はい、それでは定刻になりましたので、えーと、これから始めたいと思います、えー。グローバルフォーラムの高畑と申します。えー、これより特別ワークショップ、A、普通、ドッのインド太平洋戦略の真意と日本の対応を開催させていただきたいと思います。でこの特別ワークショップはです、ね、当フォーラムの内部に設置されております、日本版欧州センターというべき欧州政策パネル。 および日本国際フォーラムが主催の会合になります。詳細につきましてはですね、欧州パネルの詳細については、私どもグローバルフォーラムのホームページをご覧いただければと思います。それでは冒頭、渡辺宏隆代表よりご挨拶とさせていただければと思います。よろしくお願いします、えー。本日はどうもありがとうございます。ご出席いただきまして。 えー、主査をやらせてていいいただいておりまますす渡辺でございます、えー、今日はあのいつもあの欧州藩パネルということで我々の,あの研究グループ、えー、56人から10人の間でいつも開かれるものですけれども、えー、今日はそこにあのそのグループ以外の方もくわ入っていただきましてそしてまたあのえー 外務省さんにはいつも連絡はさせていただいておりますけれども、メディアの方々にも少し連絡をさせていただきまして、一緒にパネルをやってみたいと思っております。一部会員の方々がも入られております。さて、えー、欧州の問題あの、まあ、この間までブレクジットでみんな大騒ぎしていたわけですけれども、今度は最近の論調では、 えー、ヨーロッパがインド太平洋に、えー、大変関心を持っているということがあのクローズアップされております。特にこの5月に入りまして、えー、日米フと、えー、フランスも含めまして、えー、日本で、えー、ぐぐあの共同防衛演習、特にあの離島奪還作戦と申しますか。あのまあ 東シナ海、南シナ海の緊急事態に、えー、を想定した訓練が行われたことが大きくニュースでも話題になっております。まあ、ヨーロッパのインド太平洋戦略ということに、えー、注目が集まっているわけです。今日はその点について、その点について皆さんで、えー、議論していただこうと思います。えーまあのー ドイツについてはあの中村先生名古屋大学の中村先生それからイギリスについてはルッシーの日本代表でよろしかったんでしたっけアジア代表ですかねあの秋元所長に入っていただきましたまああのイギリスが3月に、えー、戦略を新しく見直した戦略を発表しましたけれどもこれあの実際はルッシーがかなりあの、えー えー、助力しているとお聞きしております。ということであれば、アジアの部分や、えー、まさにあの秋元所長などもおそらくはあのだいぶご協力されていたんではないかなと思っております。まあ、そういう意味からあのイギリスの戦略の生のというか、より発表側に近い話もお聞きできるんではないかなと思います。それからドイツのの SWP 榊、えーえーまあ、先生、あの私どもとの付き合い長くてですね、そして日本通でございまして、えー、私、お会いするのはまあ、えー、ドイツで以前あったっきり、えー、3年ぶり、3、4年前になりますけれども、コロナ禍でお会いできませんけれども、お元気そうで、えー、何よりでございます。今日はあのドイツと EU の、まあ、まさに EU の中心国であるドイツのまさに本音といいますか見方についてお聞きできればと思っております。あと今日の時間的配分としては各報告者15分ずつぐらいそれから坂木先生には分10分ぐらいをメドにお話しいただくコメントいただくということになっております。したがって残りの時間 1> 約1時間ぐらい議論に充てられると思いますので皆さん積極的に質問あるいは意見をお寄せいただければと思います、えー、それではあのド独英仏という順番でお話しいただきますけれどもその前に前置きでちょっと私、えー、まとめ役としてですね 題をさせていいいたただきたいと思います。少し時間をお借りして問題提起のようなことをさせていただければなと思っております。なお、あのこの A、読、仏についての、えー、コメンタリーは、えー、近々アップされるんでしたっけ、高畑さん。はい、あの、今日の,あの模様とですね、今日渡辺先生、秋元先生、中村先生にあの。 ポリシーペーパーペパを書いていただいててただおります。これは私どものホームページで広く公開したいと思っております。それからあの欧州政策パネルの我々のグループ、今日はの、えー、経済の方の伊藤先生とか、えー、田中先生、そ、え、こ、ー、先生とかお入りになっていると思いますけれども、えー、我々のグループ全体での、またそれからあの、えー、フランスやイギリスのの、えー 名だたるシンクタンクの所長さんたちにも書いていただいたものがワールドレビューという形であれはいつですか6月の初めに冊子としてまた JFIR のリンクであのウェブサイトで紹介される発表されることになっておりますそこには秋元さんにも書いていただいておりますそこはそれは今日の話とかなりダブル話も出てきます私の論考は 今日の話とかなりダブるような形になっておりますけれども、それも合わせてご覧いただければと思います。何かその件について、高橋さんの方からおっしゃることありますか大丈夫ですあの。改めてご案内させていただきます。さて、EU がここのところ、インド太平洋戦略、インドに太平洋に強い関心を持ち始めているということでありますが、 まず一つあの、よく歌い文句のように EU の文書に出てくることですけれども、インド太平洋地域は世界の人口の60%、それから世界の国内総生産 GDP の60%。ちょっと共有させていただきますね。えー、っと。ちょっと私の準備したものでですけれども、えー あとあのちょっと概要をちょっと書いておいたんですけどよく見ますと皆さんの報告に出てきますので、えー、このインド太平洋っていうとこから始めたいと思います、えー、インド太平洋戦略これ正式にはあの9月にの発表予定と聞いておりますけれども4月の16日に、えー、コンクルージョンとしてあの EU のサイトにはコンクルージョンそのままあの日本代表部の サイトにはコンクルージョンそのまま結論と訳しておりましたがまあ骨子、えー、のようなものあるいは新聞によっては概要という取り扱い方をしておりますけれどもまあこれあの歌い文句のように最近インド太平洋の話をするときに EU 側の文章に出てくることでございます。えー、人口の 60%GDP の60%それから世界の経済成長の3分の2を担うと。 えー、海上貿易の6割はこの地域を舞台とし、3分の1は南シナ海を通過すると。えー、2030年までの中間層、えー、世界の24億人のうち90%はインド太平洋の人々に住む人々であると。しかし、えー、このように期待されるインド太平洋でありますけれども、現実には通商貿易、サプライチェーン等で不安定な地域である。 あのにえー、サプライチェーンとして重要なんですけれども、えー、実際には不安定な政治安全保障環境によって激しい競争にさらされていると、そういう意味から通称海洋航路上、この地域の安全は,安全は不可欠である、まあ、そういう意味で、えー、日本が打ち出している自由で開かれたインド太平洋戦略と、まさに符合する地域であります。 ただ、EU が指摘しているのは、あの日本ではなんとなくあの東シナ海、南シナ海から東シナ海のあたりを、えー、の海洋の自由というふうに考えがちですけれども、文字通りインド洋と太平洋をまたぐ概念でありまして、まあ、あの私が専門にしているフランスなどでは、マークロンさんは、まあ、あの2つの海洋を結びつけるんだというふうな、そういうふうな言葉で言ったりしております。今でもなく アフリカの東海岸から太平洋諸島はアメリカに至るまでの広い範囲であるということが言われています。東シナ海をコミットした、を中心としたコミットだけではない。そういう意味では、あの中国に対する最近あの、台湾をめぐってですね、き、え、のー、もあー日 EU 首脳会議で、えー、台湾の安全を 日本とともに支持すると、日米とともに支持するという声明が盛られましたけれども、えー、単純なあ中国包囲網という立場でもないというふうに思われます。まあ、EU が出しているこのペーパーなどを見ますと、えー、国際法、国際、えー、ルールにのっとって、えー、やっていかなければいけないということはもう本当に何度も何度も出てくるんですけれども。 しもそのターゲットが中国だというふうにはっきり歌っているわけではない。まあ、ただ、それが今の状況で考えれば中国であることは確かなんですけれども、そのあたりが EU の微妙な立場を示していると思います。えー、少しまとめますと、広範な包括的地域であるということ、えー、そして権威主義できた体制が分布する地域である、その意味では民主主義、法の支配、えー、人権などの価値観をめぐる関与として EU は当然関与してくる いうことであります、えー、そしてそれはグローバルイシュー全般に及ぶことであって、えー、開発協力、人道以上気候変動、気候変動に関してはよく中国との協力ということを EU は挙げるわけであります、まあ。その意味では全般的な広いヨーロッパの EU の関与戦略だというふうに私は考えております、えー。そういう意味では日本の協力者であるけれども、同時に、えー、場合によっては問題によっては、 まあこれは悪い意味ではなくて、対立という意味ではなくて、意見の違いも出てくることもあろうかなというふうに、両方で私は考えております。えー、このインド太平洋戦略というのを、私は広くえ新たなアジア戦略、ないしは世界戦略として捉えてみたらどうかなと思っております。背景にあるのは、もちろん戦略的自立ということを EU が盛んに強調している特にトランプ政権に入る直後、入る直前からこのことをよく言い出しております。もちろん、文言的には2016年のグローバル戦略、EU のグローバル戦略の中で戦略的自立という言葉が出てきます。えー、ただ、この戦略的自立というのはよく言われる欧州の共,同共通防衛政策、ペスコ という中で語られることが多いんですけど、必ずしもこういう軍事安全保障の面だけではなくて、私はいろんな意味であの議論できるのではないかと思っております。この点、あの私たちのグループの、それから元 EU 学会の理事長でもあった、早稲田大学の福田先生はあの、連帯とかガバナンスとかっていうことはご専門ですけれども、そういう立場から戦略的自立というものを、国内、あの域内のいろんな統合の推進の 強化のためのさまざまな分野での、えー、話として、えー、議論しております。これはあの今回あの、6月に出るワールドレビューでもしっかりお書きになられております。まあ、あの今の EU に対しての,体制のあフォンデライアンさんが言っている、欧州、うん、委員長が言っているデジタルあの、グリーンボンドとデジタルですね、えー、デジタルトランスフォーメーションと、えー、グリーン、えー、ディール、この2つの大きな柱。これも EU が結束するということでありますけど同時に結束しながら自立するというあの経済軍事あの技術的な意味での非常に自立志向の話であると思っております。これを対外的に考えた場合にこのインド太平洋まで単なるアジアというだけではなくてインド太平洋まで拡大して考えていこうといういわば対外戦略世界戦略の大きな一つの 最近の大きな一つの、えー、新しい新規,新,新規軸であるというふうに私は考えることができると思います。えー、長くなるので、この辺でしょ、あのー、打ち切りたいと思いますけど、いくつか3点ほど最後にして,しておきます。EU を考えるときに、この EU の戦略も世界戦略もそうですけども、他局で、マルティポーラーで、えー、多国間であるということが一つの キーになる概他局というのは特に、えー、トランプ政権になりまして随分、えー、米欧対立が、えー、経済でも安全保障でもあったわけでその中から自立ということを非常に意識し始めたということで、えー、ございますそれからマルティラテラルというのはこれは後でちょっと申し,ますけれ申し上げますけれども ASEAN アアなどとそういう多極的な取り組みとして出てくるわけでありますこれはあの先日も えー、そういうふうな会合声明を言、e、いは出しておりました、マルティラテラルというのを盛んに強調しております。それから、アアジアあのこのペスコについてはもう省略しますけれども、アジア戦略と申しますけれども、実はあのコネクティビティ、ユーラシアコネクティビティ、えー、ちょっと中央アジアやユーラシアに対するアプローチウラ、ウクライナ、それから最近のベラルーシで停滞しておりますけれども、そういったあの中国に向かう一つの 連結性、コネクティビティのその延長に、この東アジアに対するアプローチもあるんだろうと思っております。えー、また後でお話し,しますけど、そういう意味では EU が ASEAN、同じような地域統合を考えている、あの目指している ASEAN との協力というのに力を再び入れ始めております。冷戦直後にもありましたけれども、そういった大きな流れから、 ASEAN との関係というのがやっぱり一つ、えー、注目されるのではないかと思いますちょっと時間が来ましたのでここについてはまた改めて後で時間がありましたらご説明したいと思います最近 EUASEAN 戦略パートナー選手書、えー、2021なども発表しております、えー、こういった大きなあのー、世界的な文脈の中でインド太平洋戦略というのを考えてみたらどうかなと いうのが私の冒頭の停滞でございます。ちょっとずいん長くなりましたので、ここで、えー、終わりにしますけれども、以上でございます。それではあの、大変申し訳ございません。私は10分ぐらいで終わるつもりが長くなりましたけれども中村先生からあのお話し,していただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。あ渡辺先生、あの プログラムですと秋元先生の方が先になってますよ、よろしいですかあ変わったんですか失礼、私は前の道だと思います。それじゃあ秋元先生を先にお願いいたします。えー、別に順番はどちらでもいいので。でも、イギリスがここのところ話題ですからね。<laughs> はい、えー、そうですね。<laughs> あ<の>はい。しましんま、あの、皆様、分あのお知りになりたいことがあって、例の,あのクイーンエリザベスですね、<あ>この舞台が。 あの日本に今現在向かっています、えー。ちょっと今私の画面が切れてるんですけども出てますか出てないですね、今。私の方から正常にあのビデオ映像を発信してますけども。複数の人の共有になってないんじゃないですかなってますね。ま、今,今出,た出たんじゃないですか今 どうう。でしょうまだちょっとまだ秋元先生が。私の方の端末では、あの音声、ビデオを正常に発信してますけど。皆さん、いかがでしょうか私の方はまだ映っていないんですが。突然切れたんですけど、私の映像、どう言ってませんか私の方には見えてないですね。見えませんね。見えてませんね。見えてない。見えてないです。 しかし、ビデオ映像は全部問題なく発信しているはずなので、えー、っと、終わりましたね。ビデオが出せないと、他の説明もできなくなるので、一旦これ、退出してもう一度入り直しますか、そうしたら。はい、わかりました。ちょっとお待ちくださいね。はいあの中村先生、先にされてた結構ですよ、順番。わかりました。じゃあ、あの私の方、分からなてよろしいですか、はい。ありがとうございます。はい、はい では渡辺先生私の方からということでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。はい。あの、この度はこういうあのお招きをいただきまして、大変ありがとうございます。名古屋大学の中村でございます。えっと、秋元先生、渡辺先生、それから榊さんも大変ご無沙汰しております。えっと、今日はよろしくお願いいたします。今日はあは私の方からはあの、ドイツのインド太平洋戦略についてお話をさせていただくということになっております。で、あの、後ほど、えっと、 おそらく坂木先生の方からも、えー、と補足をいただけるものというふうに考えております。それではあの、えー、と画面を共有させていただきます。高橋さん、映ってますか、これ。はい、映ってます。大丈夫です。お願いします。はい、それじゃあ,あの、始めさせていただきます。 あの私の、えー、と今日の、えー、と役割は、ドイツのです、ねえー、とインド太平洋戦略についてお話をさせていただくと、えー、と持ち時間が15分ということでございますので、大、ま、体、あ、いい4時、えーとえー、36、7分の感じでお話をさせていただきたいと思います。 きょうお話をさせていただきます内容につきましてはあの、えーと、国際安全保障学会の国際安全保障という学会誌がございますけれども、えー、とこれのですね、えー、と3月末に出ましたあ特集でですね、 えと私がドイツ、それから、えー、と渡辺先生がフランスのことを、えー、と書いていただきまして、えー、と大筋ですね、また、えー、とここに、えー、主な内容はほぼすべて盛り込まれておりますので、えーと、ご関心のある方はこちらの方もご参照いただけると大変ありがたく存じます。でえー、とこれはあの、えー、防衛安全保障の専門 専門週刊誌のですね朝雲というのがございますけれども、こちらにやはりドイツのインド太平洋戦略につきまして、えーとまあ、2プラス2について書いてほしいということでご依頼ございまして、あのこれも4月の末にですね、えー、と寄稿をさせていただきました。あのご関心になる方、はぜひご参照いただけると大変幸いでございます。おおむねこの2つに沿って、ですね今日は、えー、とかいつまんでポイントをお話をしたいというふうに考えております。 今日お話をさせていただくのは、えーと、この5つの点でございまして、まずドイツ政府がですね、昨年発表いたしましたインド太平洋指針の内容ですね、それからあのドイツの多国間主義、それからドイツと中国との間の経済連携と、それから現下で進んでおります米中対立が3点目、それからまあ成長センターとしてのインド太平洋ということで、最後にまあ日本へのインプリケーションを少しお話をさせていただこうと思っております。 でえー、とドイツはです、ねえーと、先ほどあの渡辺先生からもお話がございましたように、えー、と昨年の9月にです、ね、インド太平洋指針、ライト・レニアンツム・インド・パシフィックというのを、えー、と閣議決定しておりまして、えーとまあ、初めてです、ねえー、とドイツがインド太平洋というあの概念を、えー、と用いまして、えーと、新たな戦略を策定されたと。 いうことで、これはあの日本のメディアでも、えー、と大変大きく報道されましたので、えーえー、皆様も大変あの、まあ、ご承知のことと思います。で、この件に関しまして、えー、と日本のメディアでは、あの こ今年ですね、発見されてくるフリーゲート艦のことにの関心が比較的集中する傾向があのございますけれども、先ほど渡辺先生の方からもお話がございましたように、実はこのインド太平洋指針というのは、大変包括的な中身を含んでおりまして、外交安全保障だけではなくてですね、気候変動であるとか、環境保護であるとか、それからあの地域間のですね経済関係、それから あのえーとえー、文化や社会の交流、人の交流あの、いろんなことが実は盛り込まれております。でこの指針そのものは68ページございまして、えー、まあ大変包括的な中身になっているということですね。それがあのやはりですね、その何て言いましょうか、あのまあ、日本からの関心という観点で、フリゲート艦に関心が当たったのかなと。 いう,ふうに考えておりますしかしながら実際は大変包括的な中身が記されているということでございまして、まあ、あの今日お話をする中身として2つポイントを取りたいと思うんですけれども1つは海洋安全保障の問題それから2つ目は先ほど渡辺先生もご指摘をされておりました連結性の強化の問題連結性あの先ほど、えー、とコネクティビティという言葉がございましたけれどもコネクティビティのことについて少し今日はお話をしたいなというふうに考えております。 でドイツの,その,この、えー、と指針によりますと、えーとまあ、ドイツ側からの認識ということになりますが、まあ、世界の、えー、と海上貿易のうちのです、ね、大部分、これはまあドイツに関連してという意味ですけども、インド洋と太平洋の経由ということになっているということですね。で、えー、と海上貿易ルート、サプライチェーンをまあ維持していく必要があるという観点に関心があるということですね。 で、えーと、先ほどの ASEAN という話が渡辺先生の方からもありましたけれども、この指針にも、ですね、やはり東南アジア、それから東アジア、オーストラリアなどですね、こういったところからの、ですね、との交易というのが実あ、すいません、ちょっと言っちゃった。 20%以上あって2019年,度2019年のデータでございますけれどもドイツの貿易総額がこれらの地域の貿易総額が4200億ユーロに達しているということで。 えーとまあ、南シナ海で中国がまあ非常に一方的なあの外交行動に出ているわけですけれども、まあ、こういったことに対する、まああとえー、ことも、まあ、背景としてはあってです、ねまあ、海運ルートの安全確保というのはどうしてもかん、えー、と考えていかざるをえない、まあ、これ、ドイツに限らずどの国もそうだとは思いますけれどもそういうことが一つあるということでございます。そそれれでで、えー、今,今日のののの会議のテーマそのもものございますけれども、えーと フランスはあのフランスとインド太平洋の安全保障という、まあ、それまではフラ,フランスとアジア太平洋の安全保障という形であの、えーまあ、政策がまとめられていたわけですけれども、2018年にです、ねまあ、インド太平洋というあのコンセプトを使ってです、ねえー、と政策をまとめられるようになりました。 えーとイギリスについてはあの秋元先生の方からお話がある通りで先ほどもちょっとお触れになった通りです。でオランダも、えーとえー、ドイツが発表、えー、と昨年の9月に発表した後のですね直後の11月にインド太平洋戦略についてまとめておりまして、まあ、あの冒頭、渡辺先生からのお話もありましたようにヨーロッパがインド太平洋に、まあ 急に、えー、とたくさん、えー、関心を持ってくれているという、まあ、そういう状況に、まあ、移っているのはそういうところかなというふうに思います。それで、えー、とドイツはしばらくといいますかこれまでの間、えー、とインド太平洋という言葉の使用については、えー、と慎重に、えー、とされてきたと、まあ、使ってこなかったということですねで使用すべきかどうかということについてもです、ねまあ、大変 えーと慎重な検討がなされておりまして、木、まあ、さんの同僚にあたる方ですけれども、グドゥルンバッカーさんですね、グドゥルンバッカーさんなんかのペーパーなんかでも、まあ、その辺がどういった事情で、えー、とこの度インド太平洋という用語を使うことになったのかということについても、詳細なペーパーがまとめられておりますので、まあ、ご関心の方はあのぜひあのご参照いただければと思いますけれども、まあ、いろんな慎重な検討というのがあってです、ねえーと、今回、インド太平洋 概念ととといいいうううものが使われるようになったということでございますで、えー、とドイツの場合インド太平洋指針をまとめるにあたってです、ね、最終的にはこれをヨーロッパ、まあ、要するに EU のです、ね、戦略としてまとめていくということを視野においてまとめられたということで、まあ、EU にとっては、まあ、フランスそれからドイツそれから、えーとまあ、あの出てしまいましたけどもイギリスですねもうまとめておりましたし、まあ、そういった意味でっ、えー、とまあ 圧力と言いましょうか、えーと、EU はまとめなくてはいけないというような環境に徐々になっていったということでございます。で、えー、とただ他方でですね、えーと、この問題、中国との間合いというのが、まあ、大変、えー、と問題になってくる、まあ、今、えーと、渡辺先生の方からも EU は必ずしも、えー、と EU、えー、と中国とのですね、えー、関係において、えー、と必ずしも対決。 まあ、ということでもないということのお話が若干ございましたけれどもあの特にです、ね、経済的に最も、えーとまあ、緊密な関係にあるドイツから見ますと,、えー、とまずドイツ経済の対中依存度というのが大変大きく,大きくございましてでメルケル首相これまで、えー、と12回訪中されておられますし、えーと 経済貿易統計におきましても中国というのはドイツにとりまして5年連続の最大貿易相手国ということになっております。したがってこういった非常に中国との関係経済関係が大きい中でどうインド太平洋戦略をまとめていくのかというのは大変難しい問題になってくるんだろうというふうに思います。しかしかながらです、ね ドイツの世論が徐々に変わってきたと思われますのはあのやはりあの中国企業はですね、まあ、軍事転用可能な高度な技術を持つ企業の,の買収ということに、えー、が明らかになってですね特に空、まあ、カというあのロボットメーカーの買収が、まあ、一つ最も関心をメディア的には関心を集めたように思いますけれども、まあ、安全保障上の懸念があるということが、まあ、徐々にですね ドイツ政府内で共有されていくということがございました。で、えー、と今申し上げましたように 5, 5年連続の、えー、と貿易相手国最大貿易相手国でございますし、えー、となかなかその間合い安全保障と経済関係の間合いというのがあの非常に問題になってくるわけでございますけれどもただ他方で海洋安全保障も、えーとえー、必要になってくるということで。えーと えー、この指針を見る全体としてですね、えーとそえー、政府の,その閣僚等の発言を見ておりましたけれどもその今回の指針に伴ってですね中国との経済関係の見直しというのは前提としてないということでございまして、えー、と先だってですね、えー、とド,イツのドイツがあの えー、EU の議長国昨年の12月31日まで務めたわけですけれども、えー、皆様ご承知のように EU と中国包括的投資協定 CAI と呼ばれるものですがこれがあの突然ま,まとまったっ合意したということがありましたこれはあの、えーとえー、皆様ご承知のようにメルケル首相の強いイニシアティブによってまとめられたわけですけれども、まあ、その後ですね えと欧州議会が新疆ウイグルの問題にを巡って、えー、と批准の審議を止めるということで今中、凍結が、まあ、なされております、まあ。そういった意味でですね、なかなかと中国との関係を深めたい、他方で安全保障上の懸念が存在するという、まあ、そういった難しい状況にあの今あるということでございます。えー 次にですね、えーと、成長センターとしてのインド太平洋ということなんですけれども、これ、あのドイツの外務省の、えー、とまとめておられます、ホームページから取ってきたものなんですが、これ、実はドイツがですね、えー、と在外公館に置いている人員をですね数に応じて、えー、と円の大きさを、えー、とつけております。これ見ていただいたら分かりますように、北京が大変大き,く大きな丸になってございまして、えーと、東京はですね、大体上海とかですね、 それから、えーっとえー、シンガポールとかバンコクとかですねハノイとかこういったところと同じぐらいの円になっております。でインドのですね、えーっとえー、デリーがもうちょっと大きい感じですね。でムンバイと東京も同じぐらいということで、まあ、よくそのドイツのですねドイツ政府の関心の持ち方利害関係の持ち方が、まあ、端的に出ているあの地図になっているんだろうというふうに思います。こ、まあ、こういったことからもですね えとまあ、大変インド洋とそれから太平洋のです、ねえー、と持つ意味経済的に持つ意味の重要性というのがよく分かるマップになっているんだろうと思います。 で実際の統計をですね、えー、とこれはドイツの,あの連邦統計局というところがあの経済統計をまとめておりますのでそれはグラフに落とし込んだものでございます。で一番上のがえっと対中貿易の総額ですね大変大きいものがございます。で下の方に集中しているのがインドの貿易なんですけれどもまだ10対1ぐらいの割合でございます。まあ、しかしながらですね、えー、とまあ皆さんご承知のようにインド はですねえー、とインドが今人口規模で、えー、と13億7千万、中国が14億3千万で人口増加率、インドは1.0%、中国は0.53%ということで、えー、と2025年から2030年ぐらいにです、ね、人口が逆転してインドが1位になるということでおそらくこのグラフがです、ねまあ、大きくあドイツとの関係が順調に進めばということでございますけれども、えー、と上に触れてくる可能性があるという。 まあそこにドイツ政府は着目しているということなんだろうと思います。えー、とあと1分ほどですね、ちょうど時間いけそうかな。えー、とつい先月でございますけれども、えー、と4月の13日に日独外務・防衛閣僚会合、いわゆる2プラス2というのが、えー、とドイツとの間でも初めて持たれました。 でオンライン開催でございましたけれども、でここでですね、えーと、日独の安全保障協力の推進ということが確認をされまして、えー、とドイツからもですね、日本との安全保障協力というのを、えー、と行いたいということで、えー、と両双方が調整していくということになりまして、それで、えー、と冒頭にも申し上げましたフリーゲートの艦の派遣というものがあ、まあえー、と決まって、日本に寄港する方向であるというふうな報道も出ておりました。で ドイツ側の報道を見ておりますと、まあ、8月に出港して、えー、とマラッカ海峡からオーストラリアに行ってその後年末にかけて朝鮮半島沖で監視活動をするということになっておりましてで、えー、と海上自衛隊との共同訓練なども調整していくということになっていたかと存じます。で、えーとお ドイツ国内のですね世論に少し着目していただきたいんですけれどもなかなか難しい局面にあるなと思うのはこれあの ケーバー財団というところが昨年の11月に発表したデータをお借りしましたけれども、左側の図を見ていただいて、英語でちょっと申し訳ありませんけれども、えー、もし、えー、米中間で冷戦が起きたときにです、ね、ドイツは自分たちをどこに位置づけるだろうかという質問をした時です、ねえー、ときに、もちろんアメリカの方であるということが12%、中国側につくというのが3%。 で中立が実に82%という数字になっておりまして、これはなかなか、えー、と同盟国の皆さんにとっては結構、何、えー、というかこう驚いた部分だろうと思います。データ的に非常にニュートラルがあの大きかったということでございます。まあ、これ、ご参考に右側は、えー、とイギリスのデータでございます。で、えーとえー これはどの国が一番重要なパートナーかというデータでございますけれども、やはりドイツにとってはですね、一番左にございます、ドイツにとってはフランス、それからアメリカ、中国、ロシアという順番になっております。で、これはちょっとスキップをいたします。でえーと 日本の外務省がですねえとついこの間、5月の14日に発表した、毎年発表しております、対日世論調査のうちのヨーロッパの部分からこれ抜き出してきたものでございますけれども、ドイツ国内の部分につきましては、現在最も重要なパートナーだと考えているのは、e、EU、それからフランス、それぞれまあ60%、50%、で今後、重要になると思われるのもあまり変わっていませんけれども、e、EU が54%。 アメリカが43%、そして中国が40%。で、インド太平洋地域で安全保障、経済関係の重要なパートナーというので、日本は実に1位で44%。しかしながら、その次に中国がやっぱり38%、でアメリカが31%というふうな形で数字が続いているわけですね。でえーと おそらくです、ね、その中国、ドイツがそのフリーゲート艦を派遣するという報道が出たときに、対中牽制にあの,の一員、あの に加わってくださるという,ふうな理解あの文脈でですね報道されたことが多かったように思うんですけれども、ちょっとドイツ国内の世論の状況を見てみると、そういったことでは必ずしもないということがお分かりいただけたのではないかというふうに思います。で、これはあの、えー、と先ほど、えー、と渡辺先生の、えー、とスピーチにもございましたように、今 EU の方でインド太平洋戦略、えーと9、9月か10月にまあ正式にまとまるんだと思いますが、それに向けたまあ第一歩であると。 で2点目はです、ね、これ、えー、と日独の2プラス2の前日のです、ね、ハンデルスプラッタという・ブラッドというです、ねまああの、ドイツのまあ日本経済新聞に当たるような新聞がございますけれども、そこに、えー、とマース外務大臣が寄稿をされまして、そこで明確にです、ね、中国は経済のパートナーであり続けるということをはっきり言っていて、やはり対中配慮です、ね、というのが非常に効いているというふうにあの私は感じました。 でただ、こういう状況の別に国内世論も今、ご紹介をしたような関係の中で、果たしてクアッドとかですね、フランスと、どの程度まで足並みを揃えることが国内的にできるのかなというのが、えー、と私自身、関心のあるところでございます。あともう一点は、メルケル首相の任期が、えー、と今年の9月まででございまして、まあ、当然、次期政権の枠組みというのが視野に入ってくる。 で現在、ですね、えーと、メルケル政権、メル,メルケルさんの、えー、と後継候補と言われているのがラシェットさんという方ですけれども、この方の、えー、とこれまでの発言を聞いておりますと、対中政策、対路政策、現在のメルケル政権の路線と、えー、あまり変わらない継続、継承される印象がございます。でただ、ですね、世論調査の結果を見ますと、実は緑の党がですね、今、えー、とゼデウあで、 メルケルさんとの政党と今焦るぐらいの勢いになってきておりまして、そこの首相候補であるベアボックさんという、まあ、この方、若い女性の方なんですけれども、えー、と若干人権等でですね対中政策が厳しい,厳しい姿勢をとっておられます。でこれがあの えーと最近の世論調査のデータでございます、最近6回分のデータでございますけれども、一番上の CDU、CSU って書いてあるのが、まあ、現在のメルケルさんの政党でございますけれども、えー、と見ていただいてわかるように25、25%前後なんですね。でそれに対して、緑の党が段上から3段目でございますけれども、えーと まあこんな形ででほぼ同じで傾向しております、まあ、あのデータによってはですね、緑の党がえと第1党になっている世論調査のデータも出てき始めているんですね。ですから、えー、ともし緑を軸とする第1党になって政権が組まれたときには若干対中政策が変わる可能性っていうのは排除できないんだろうなというふうに思っております。まあ、しかしながらこれだけの経済関係を中,、えー、と中国と切り結んでおりますので、なかなかですね、えっ、ー、と、おー 他の要するにクワッドとかですね、フランスとの間でのすり合わせがあまり、えー、と楽観できないのではないかなというのが私の今のところの、えー、と結論でございます。えー、とちょっと書き足しになりましたけれども、以上でございます、えーと。ご清聴いただきましてありがとうございました。アブタラム先生、ありがとうございました。おか毎日公返し,します、はい。どうもありがとうございました。 あの簡潔に今はドイツの状況をまとめていただきました。まあ今日は榊先生さんがいらっしゃるので、またその辺も合わせて面白い議論が聞けるのではないかと思います。ありがとうございました。えー、秋元さん、大丈夫ですか、はい、大丈夫ですよ。先ほど大変失礼しました。わかりました。じゃあよろしくお願いします。はい、あのまず、よろしいでしょうか。えっと、私の映像、来てますね、今度は。<laughs> はい、あの実はですねあの まあ、一番最初に皆さんあのご興味おありなのは、やはりその、えー、空母クイーン・エリザベスの部隊が、まあ、今現在、日本の方へ向かっているということで、その状況をまあお知りになりたい方、大変いらっしゃるとあの思うんですね。それで、あの5月の22日の夕刻に母校、ね、の,のポースマスを出港しておりますで、まああの。よく報道されてますけども、実戦任務としては初めて、まあ、インド太平洋に展開する予定だということで、 あの来年以降も定期的に、まあ、1年の半分以上をインド太平洋で活動するというよ計画を組んでおります。で、あのクイーン・エリザベスですね、今,ど今後どういう経路を取って、どうやって日本まで来るのかっていうのを、あの資料がありますので、ちょっとお見せしたいと思うので、ちょっと共有しますので、ちょっと待ち合まして、ね。えっ、ー、と、多分これでご覧いただいているかと思うんですけど、これがクイーン・エリザベスの えーまあ、昔はこれ、機動部隊って言うんですが、最近ではあの空母打撃軍って言って、なんとなく言葉を変えてはいるんですけど、まあ、同じものですね。これがあのポーツマスを出港した時のあのクイーン・エリザベスの模様を撮られた写真です。でクイーン・エリザベスの行動計画、詳細は公表されておりませんけれども、大体こんな形になっております。でポーツマスを出て、現在、実は28日まで、えー、ポルトガルの沖合、それからフランスの沖合で、 NATO との合同演習を2つの演習を同時に今やってましてそれに参加をしているとでこのあとジブラルタルで、えー、小休止してですねここにで補給などを済ませたあと地中海に入ります地中海ではあのフランスの空母シャルル・ド・ゴールと合同演習をしたりいたしますでその後ですねあの一部の艦艇が黒海に入って、えー、作戦 NATO の作戦を支援しますあの空母は黒海に入るってことは国際的な協定でできないことになってますので 一部の艦艇2で、その後と、もう一度お補給をした後、まあギリシャですけど補給をした後さらにお、あ、そ、のー、らくは ISIS、あのー、ですね、あのー、国際テロ組織の ISIS に対する、えー、攻撃任務につくんではないかというふうに言われております。で、そ,そして、いよいよスエズ運河を通って、えー、航海に入ります。で、問題はこのまずこの航海なんですけど、実はあのー、先週、 中国があの艦隊を差し向けまして、航海でそのクイーン・エリザベスの部隊をお迎えするんだというようなことを言っていて、実際にあの今、中国のおまあ,あまり規模の大きな艦隊ではありませんけど、現在、航海方面へ向かっています。これ、名目はあの海,あの海賊の総討作戦をやっている部隊があるんですけど、これをまあ後退させるという名目で、現在、航海方面へ向かっている。 あのクイーン・エリザベス王どうも彼らは歓迎してくれるらしいというようなまあ捉え方をまあしているわけですね。で、その後ドゥクムというその、えー、オマーンにあるです、ね、あのイギリスの海軍の基地に立ち寄りまして、えー、補給を受けた後インドへ寄港すると、そしてさらにシンガポールへ、インド洋を渡ってシンガポールで寄港をすると、補給を受けるというルートです。<laughs> で、これから <laughs> 先が問題なんですけれども、これはあの南シナ海を。 北上しましままてこ、えー、ここで例のの公開の自由作戦にに参加をすするとということになりますそして台湾海峡の東側を通って、えー、今年の8月おそらく30日ぐらいだと思いますけども、えー、韓国のプサンに入港する予定ですでそこで数日間滞在した後、えー、日本へ向かいますでこの日本へ向かうルートが非常に面白くてですねあの日本海を北上します でこれはの、ロシアのウラジオストックの沖合でを、をあを東へ切って、ですねそしてあの津軽海峡を通過をして、えー日本の本島の、日本の本州の東部を南下する形で、えー、向かい、最終目的地の横須賀に到着するということが現在、検討されているです。ただし、ただしまあ、あの船の長期的なスケジュールというのは、あの秘密事項にも該当しますし、あの細かいことは次々と変わるので、 100%このようになるかは分かりませんけれども、概ねそういったスケジュールです、そして横須賀に,に入って出た後ですねあの、アメリカ軍との共同演習、それから、えー、いわゆる5カ国防衛取り決めというのを、まああの、英連邦国家と結んでますねあの、ニュージーランド、オーストラリア、マレーシア、シンガポール、まあ、そうした国との共同演習も実施するということだけが、まあ、今のところ、明らかになっているスケジュールです。 でご存じのようにです、ねあの、イギリスの艦隊ではあるんですけども、まだこれ、初期のいわゆる機動能力というのを去年の12月に確立したというだけで、まだ不十分なところがありまして、えー、早期警戒能力もまだ不十分です、それから対戦能力も不十分とか、いろいろとあるんですね、で一番問題なのは、航空機、搭載できる F35B という航空機が、まあ、若干足りないということがあって、それからアメリカとの相互交換性というのを重んじると。 いう部分があって、ですねその実験的にあのこのアメリカの F35B の海兵隊の航空機を搭載しております。アメリカ本土コールラドから展開した飛行機ですけども、それを搭載しております。それから海軍の艦隊の中にですね、これはオランダ海軍ですけど、エベルトフンという船を参加しております。オランダは常にだから、あのこのクイーン・エリザベスに寄り添っているわけですね。で、アメリカのサイバンというですね、駆逐艦も まあ、防あのいわゆる防空用の駆逐艦ですけど、これも常に寄り添っているということで、実際にはあのイギリス海軍が指揮しながら、アメリカとオランダが参加している3カ国の、まあ、連合艦隊であるということを、まあ、あの言えるかなと思います。それで、あのこの今回のこの派遣というのはです、ねあの、実際合わせて10隻の艦艇であります、それから32機の航空機、それから3700人の水兵、航空兵、海兵隊。 これが4万8000キロの距離を移動する大航海でありまして、これはあのイギリス海軍にとりましては、1982年のフォークランド紛争以来の大遠征の作戦になります。で航海の期間およそ7か月間、それからこの間に40か国以上訪問しまして、70回以上の作戦活動を行うということが現在、予定されております。であのこれに先立ちましてエリザベス女王が空母を、まあ 職行に先立ってエリザベス女王が空母を訪問して、まあ、乗組員を、まあ、激励、えー、したほかですね、えー、ジョンソン首相が空母の感情でここは面白いんですけど明確にすることの一つは中国の友人たちに我々が国際海洋法を信じていることを示すことである自信、えー、に満ちながらも対立的ではない方法で我々は正しさを示すということを館、まあ、内放送で、えー、乗組員に呼びかけましてこのクイーン・エリザベスの活動の目的の一つはですね 中国に向けた、まあ、メッセージを発信することであるということを、まあ、あの強調しているわけですね。それで、あのーまあ、クイーン・エリザベスですね、あのー、大きく分けて2つの活動目的と、イギリスがです、ね、あの実現しようとする2つの活動目的、それから、えー、そ,れそれによって実現しようとする1つの大きな長期的ビジョンというのが背景にあります。でこれをまあ指摘しなくては いけませんで目的の一つはです、ねあの、ジョンソン首相が先ほど、館、えー、内放送で、えー、指摘したようにです、ねあの、インド太平洋にはその海でつながって、海の交易によって繁栄している海洋国家が非常に多いと、で国際法が定めた航行、まあの自由の原則を、まあ、イギリスは守り抜くんだという、まあ、そういうメッセージを、まあ、空母の展開によって、えー、知らしめるということなんですね。逆に言うと、あの国家による海の派遣というのはあの認めないという姿勢を示すと。 それからもう一つの目的というのは、イギリスが EU からの離脱後の新たな外交戦略として示したこのグローバル・ブリテン、これをあの実現するために、イギリスは日本とインド太平洋地域に散在する英連邦加盟国とのですね同盟の再構築というのを目指しておりまして、まずはこれらの国と軍事的な協力関係を深めることにあるということです。そそししててうした活動を通じてですね イギリスはインド太平洋地域が近い将来、世界の政治、経済の中心になるということを見据えてまして、まあ、この地域に新たな世界秩序を形成するということをまあ目指しているわけです。まあ、具体的に言うと、イギリスが同盟国のアメリカ、それから日本、英連邦国家と協力しまして、ヨーロッパの NATO や、それから太平洋の日米同盟、こういうまあ既存の同盟の枠組みをです、ね、インド太平洋で、まあ、彼らよく、あのイギリスの戦略コミュニティはよく、 接続と融合という言葉を使うんですけども、接続と融合させて、新しい時代の新しい同盟の枠組みを構築するということをまああの長期的なビジョンとして描いてまして、まあ、その主導的役割を演じることこそ、グローバル・ブリテンの真の目的であるということをまああの考えているわけですね。まあ、簡単に言いますと、イギリスはこの,あの長期的ビジョンの実現のためのまあ第一段階として、 えー、長期的ビジョンの、まあ、実現のための第一段階として、まあ、空母クイーン・エリザベスを、まあ、展開させたわけだということです。で、この空母クイーン・エリザベスの、まあ、日本機構についてですね、あの日本の岸信の、えー、防衛大臣は、まあ、長い歴史と伝統を有する日英関係が新たな段階に入ったということを示すものだというふうに、まあ、新たな段階というです、ね、間接的な表現を使ってはいるんですけれども、あの日英があ同盟関係に進むということの意義を強調しております。 であのイギリス政府は今年の3月に EU 離脱後の、まあ、国家戦略である、まあ、グローバル・ブリテンに関する、まあ、初めての戦略報告、まあ、統合レビューといいますけど、これを発表しました。この報告はですねイギリスが過去50年にわたりまして、まあ、EU のリーダー国としてヨーロッパの安全保障に専念してきたんですけど、まあ、いつかその伝統的な世界国家に回帰するためにあの練り続けてきたですねイギリス独自のまあ戦略概念というのがあるんですけど、それをあの集大成して、えー、まとめたものです。 でイギリスが今後、インド太平洋に関与して、地域の友好国とまあ同盟を構築するということによって、新しい世界秩序形成に関わるまあ方向性を示したでです、ね、かなりまあ野心的な内容になっております。まあ、先ほど、渡辺先生があのルーシンがこれに関わっているということをもあの教えお,あのおっしゃってたんですけど、まあ、なかなかこれはあの、クライアントとのいろんな <laughs> 複雑な関係があってです、ねあの、何をどうやったかったちょっと言いにくいんですけど、まあ、あながち、間違ったことをおっしゃったわけではありません。 でつまりイギリスはですね、1968年以来続けてきたスウェズ伊東からの撤退という方針をです、ね、大転換しまして、スウェズの伊東へ回帰するということをまあ表明したわけです。で、そのまあ一つの具体的な行動が、クイーン・エリザベスの展開であるということです。で、実際、このアイデアを最初に考えて実現しようとしたのは、あの前のテリザ・メー首相でして、 2017年の8月16日でしたけれども、あの完成したばかりの,あの新型空母、クイーン・エリザベスに上官しまして、飛行看板でで,ですね、次のようにあの演説しているんですね、えー、この艦はイギリスが、この艦ってうの船船って言うんですけど、この艦はイギリスが今後数年間、世界を舞台に新しく前向きな任務を自信を持って遂行することを明確なシグナルとして発信する。 私たちは完全なグローバルパワーとしてあり続けることを決断したイギリスは規範に基づく、ルールにですね、ル規範に基づく国際秩序を維持し、まあ、それを支える自由主義の価値を守る責任を負っているということをまああの言いました。そして、このグローバル・ブリテン実現のためにです、ね、イギリスが最も重視した国がアジアの最大の友好国、日本でありまして、日本との関係を同盟関係に引き上げるということだったわけですね。 でこの演説からわずか2週間後の8月の31日ですけれども、ご存知のように、メイ首相は日本へわざわざやってきまして、当時の安倍首相と会,見をあの会談をしてあの、東京で日英安全保障共同宣言を、まあ、あのまとめたわけですねで。この宣言の中で、パートナーの関係を次の段階に引き上げるという表現を初めて使ってまして、まあ、これはよく日本政府があの日英関係を表すときに使う言葉なんですけど、 おそ、まあ、らくこれはあの日本の唯一の同盟国は米国であるというですね、まあ、従来の大方針と矛盾するとまずいのでその整合性をまあ確保するためにまあ使っている言葉だと思います。でこれはおもしいことに当時あの日本の河野太郎外務大臣がいて彼はものをはっきり言いますから記者からですねそれ一体どういう意味かと聞かれたら彼はこう言ってるんですね日英は今までのパートナー国から同盟国へという形で関係を強化していくことになりました。 明確に言い切っていて、ですね、まあ、そこら辺は非常に分かりやすい、さすがに河野さんらしい物言いだったんですけれども、まあ、そういうことになっています。で、それ以来、ですね日本との新たな同盟の構築というのはあの、イギリスの戦略の一部となってまして、イギリス政府は外交文書とか、それから公式ツイッターでは、ですね日本をパートナーと呼ぶことはほとんどなくなりまして、一貫してアライズ、同盟国というふうにあの変わりました。でただ、ここで確認しなくちゃいけないのはですね、 あの同盟というのは一体何なのかと、こ、まあ、言葉の問題なんであんまり重要ではないんですけど、何なのかということなんですね。で、実はその同盟の,の明確な定義っていうのは、国際政治の精神学の世界でもあの書くことあるものはなくてですね、いろいろと議論があります。で、1つ言うとあの、自国の領域を守るために,のに侵略に共同で武力行使するという関係だというのは、これ、古い会社。それかららもう一つは安全保障のあらゆる分野で 平和時から協力し合う関係だという新しい解釈。この2つが併存しているんですね。で、日本政府の立場は古い解釈を取ってまして、イギリスのことを準同盟国、準という言葉をまつけるんですね。同盟国とは呼びません。まあ、これに対して、時田イギリス人が私に皮肉がいいですね、そのクエステー・アライアンスという英語で言うんですけど、なんだその準といってどういう意味だというふうにま聞くんですけども、まあ、日本はそういうふに言うですね。で、これに対して、イギリス政府は新しい解釈の方に傾斜しています。 あのイギリスの戦略コミュニティは最近、日本との関係をです、ね、ニュータイプ・オブ・アライアンス、新しいタイプの同盟関係と呼ぶ,呼ぶようになりましてあの、日本のことを明確にアライアンス、同盟国とまあ呼んでいるわけですね。まあ、いずれにせよ、あの日英関係というのは実質的にはもう同盟の段階に入っているというように見ていいと思います。あクイーン・エリザベスの部隊がです、ね、わざわざ日本まで遠征をしてくるということ自体もその証なわけですね。あの誤解あるといけないんですけど、クイーン・エリザベスの,あの アジアへの派遣というのは、これはイギリスが勝手に始めていることではなくて、今言ったあの安全保障共同宣言とか、その後の2プラス2のミーティングで日英間で合意して決められたことです、つまり日本側との合意をイギリスは忠実に守るために、あのクイーン・エリザベスの部隊を派遣しているわけですね。ですから、あの今回の先ほどお示ししたルートを見れば分かるようにあの、シンガポールとかインドとか韓国と違って、日本は気候地とか経由地ではないんです。 目的地、デスティネーションとして扱われているんですね。ここに大きなあの違いがあるということを留意すべきだと思います。で、その同盟という言葉がまあどうやって解釈するのかというか、あまり時間割くことはできないんですけど、まあ、重要なことはですね、現代の世界が平和でもなければ戦争でもない、グレーな時代だということです。で、このグレーな時代に有効に機能するものでなければ、あのそれは現代の同盟としては成り立たないということだと思うんですね。実際にに衝突の段階に至らなくても サイバー空間を利用したサイバー戦とか、それから軍事と民間が融合して、えー、外国への浸透工作を行うハイブリッド戦というのが、まあ、日々、これはヨーロッパでもアジアでも行われてまして、まあ、見えないところで熾烈に繰り広げ,広げられてるんですね。で、現代の同盟ってはこういった事態に対応する必要があって、ですねその侵略への武力共同対象を同盟の必須条件とする発想っていうのは、あの現実的ではないということは間違いありません。またあの 実際に行われた軍事行動を見ていても、ですね20世紀後半以降、1990年代の湾岸戦争、それから21世紀のアフガニスタン、イラクでの戦争など、ですねべての戦争というのは有志国、有志国家連合によって行われたものでありまして、同盟条約に基づく侵略対象の戦争にはなっていないんですね。つまり、現代の同盟の役割というのは、かつてのような軍事同盟のそれと大きく異なっていて、ですね例えば NATO の今の 大きな任務は何かと言って考えてみるとあの、サイバー戦争とかですね、ハイブリッド戦とか、テロ対策とか、宇宙戦作戦とか、そうした包括的な安全保障協力になっていて、ですね、領域防衛というのは重要ではありますけど、役割の一部でしかないんですね。だから、新しく誕生する日本との同盟というのも、それは何も侵略に備える軍事同盟である必要はないわけで、NATO のようなですね、安全保障のいろんな分野で協力し合う、包括的な安全保障協力の同盟であると。 いうことになければ、ならないんだろうと思うんですね。で、このように、あの、イギリスの eu を離脱して、まあ、それに続いて、まあ、グローバルブリテンの戦略のもとにですね、あの、インド太平洋の関与を始めたという背景にはですね、その、アメリカの、国際的影響力の低下とそれに乗じた、まあ、中国、ロシアによるユーラシア権力の台頭というのがあろうかと思います。で、世界は、世界はですね、今や、その、中路が、主導する権威主義的な。 ユーラシア権力とそれから日本や欧米の、まあ、自由主義がすする時代に入ってきてきいますこれはあのアメリカのバイデン大統領なんかはですね、専制主義対民主主義の時代を迎えたというように言ってますけれども、これはあのイギリスのジョンソン首相も同じ立場を取っていまして、その一つの動きが、まあ、今回のクイーン・エリザベスの派遣につながっているということです。で、インド太平洋の関与は、先ほどあの中村先生、渡辺先生からもご紹介あったようにですね、 イギリスだけではなくて、今やもうヨーロッパ全体のトレンドになっていると思います。まあ、それぞれ思惑は違うし、同異務みたいなところはもちろんありますけれども、流れとしてはそういう方向ですよね。で、NATO も昨年の報告書、NATO2030 で中国をまあ脅威としてまあ断定してまして、今年の2月の国防省会議では、そのためにですねあのオーストラリアや日本とまあ連携を深めるということをまあ決めています。EU も4月に まあ先ほどご指摘ありましたようにあたあのインド太平洋に傾斜するという方向性を示しているわけですね。で、インド太平洋っていうのは、先ほどあのもう何度もご紹介したように、世界 GDP の60%が集中すると言われる地域ですので、この地域が将来、世界の政治経済の中心になるということを意味していて、ここを安定させることは非常にヨーロッパにとっても重要であるということは認識しているわけですね。で しかもこの地域は海洋国家が多くて、ですねほとんどその地域の繁栄というのはすべてあの海洋攻易によって成り立っています。で,これですから、この地域で特定の国があの勢力やあの広を広げたり、覇権を確立するということはまあ許されないわけですね。でそれがまあ日本が主導している自由で開かれたインド太平洋という発想ですけど、まあ、イギリスのグローバルブリテンとも同軸線上にあるものなわけですね。で、イギリスが手始めとして TPP ・環太平洋パートナーシップ協定への 参加の手続きをを進めるとということを決定しましまたなぜなら、まあ、TPP は実は単なる経済協定ではなくて同じ価値を共有する同盟としての色彩、体裁を併せ持っているからです。しかも3カ国11カ国のうちですね過半数の6カ国が英連邦の加盟国なんですねで。そこにイギリスが参加するということは TPP がイギリスを中心とした世界的な枠組みに発展していくということを意味するわけです。でアメリカもしし復帰してくれればななおさらそうなるわけですね また、イギリスは近い将来あの、日本、アメリカ、オーストラリア、インドが加盟している4カ国の枠組み、通称クワッドにも参加を検討しています。でこうした一連の,です、ね、あのイギリスの試みというのは、あのインド太平洋地域にです、ね、新しい秩序を形成するということなんですね。おそらく将来は、大西洋の米英同盟、アメリカとイギリスの同盟と、太平洋の日米同盟、これをです、ね、接続、融合させると。 いいううこととも必要になってくるんだろうと思います日本もイギリスもともにアメリカとは特別な関係があるわけですから、これは当然の規決としてあの、三国的な同盟ってのはできてくるわけですね。日英が同盟の段階に入るということは、結果としてインド太平洋を舞台とした実質的な日英米の三国同盟への道を切り開くという可能性が高いわけですね。で、そうやって考えると、クワッドは日英米と合意インですね。つまり日英米プラス英連邦国家と。 いう構成になりますで、イギリスがまさにグローバルブリテンの計画の中で示せた枠組みそのものなわけですね。で、NATO にしても、日米同盟にしても考えてみると、東西冷戦時代の産物です。まあ、脅威が複雑化した時代では、既に機能的な限界点に達していると言っていいと思います。で、新しい時代の、新しい脅威に対応した、新しい同盟が、まあ、必要な時代を迎えている。で、空母、クイーン・エリザベスの来航は、そんなメッセージを、まあ、日本に届けるために、 やってくるんだろうというふうに思います以上ですはいどうもありがとうございましたえっ、ー、と冒頭私ルーシーの話をしましたが実は私ルーシーがあの関係してるっていうのは実はものの本で読んあのレポどっかの英語のレポートで読んだんですねあの戦略文書に書いてあるんじゃなかったかと思いますでしたがってちょっと 企業秘密に関わるようなことを触れるつもりはなかったんですけども、あースリーの話をさせていただきました。大丈夫です。否、えー、定はしません確かに、ね、イメージ的に書いてありまして、頼んだっていうのは、政府が、えー。ということでございます。それからあの大きな問題提起、イギリスの話だけではなくてですね、大きな問題提起をしていただきました、同盟のあり方です、まああの。グレーという言葉を、グレーの時代という言葉を使われましたけれども、 まああのえー、と同盟が冷戦が終わりまして、ですね主演して同盟の在り方が変わったということですけれども、あの同盟というのは本来、敵があ,あって仲間が団結する同盟ですから、まあ、あえて私のような言葉で言えばあの、秋元さんの言葉を、秋元さんのおっしゃったことは私の言葉で言えば、まあ、敵がはっきりしないと言いますか。 関係が多角的多層的に今なっておりますので仮に中国のとの関係においてもですねそういう意味であのいわゆる同盟を組む敵というのが、まあ、分野別あるいは機能別によってあの対立はするけれどもどっかでくっついてたり関係を知ったりするところが多い、まあ、相互依存の時代ということで,でもあるんでしょうけども、まあ、そういう意味であの同盟の最高同盟の在り方の、えー、最定義というのはやっぱり 今、改めて、冷戦の直後にそういうあったんですけれども、改めてもう一度問われている時代かなというのは、重要なご指摘だったかと思います。まあ、そういった意味で、そういった点が一つ、それからまあ繰り返しになりますけれども、フランスの文章なんかではよくはっきり書いてあるんですけれども、EU やフランス、ドイツ、えー イギリスがインド太平洋ということを新たに言い出したのは、まあ、あのインド太平洋の重要性がどんどんこれからも増していくだろうということでそういった中でニュあのヨーロッパがあの今まで通りでいいのかともっと積極的にやらないと自分たちは世界の流れに、えー、乗り遅れてしまうんだろうとではないかというそういう逆に自分たちがコミットしないことによるあのマイナス面を 強調しているような文章も見かけます、まあヨーロッパのインド太平洋のプレゼンス、えー、先ほどから中村先生も秋元先生もおっしゃってますけれどもあのそれぞれの海軍軍隊のインド太平洋の派遣というのはあの象徴的な存在的な、まあ、ものによってはアナウンス効果と中国に対する警告のアナウンス効果というふうな言葉も私読んだことありますけれどもそういう象徴的な意味ということは確かであろうかと思います。 私は先ほどから少ししゃべっているものですから、フランスの番ですけれども、ちょっと短めにお話をさせていただきたいと思います。えー共,有えー、共有させていただきます。フランスとインド太平洋戦略ということで、まあ、少し短めにお話させていただこうかと思います。あの先ほど申しましたあの、インド太平洋に関する私の,の意見というのは、 えとニューズウィークとそれから時事通信の最近の5月に出た雑誌にそれぞれ少し書いておきました。あの、えー、今日お話しているようなことをこシとしたものであります、えー。5月5日と5月25日のそれぞれのニューズウィークと時事通信のものです。もしあのご関心あればあのネットで見られるものでございますので、えー、ご覧いただければ幸いです。さて、えー、日普通。 の関係ですけれども最近この、えー、陸上部隊があ日本国内で初めて本格的な共同訓練をしたということが盛んに言われております、えー、この内容についてはまああの新聞等でご案内なのでここではもう省略いたしますけれども、えー、離島奪還を目的とする合同演習で最近よく使われる NATO のアジア版だとしてすぐに中国はこれを批判しました、えー まあ先ほど出ましたあの岸防衛大臣は、大変このフランスの協力を高く評価したわけであります。えー、この日仏の関係について言えば、日仏のこういった問題での,あの話し合いというのは、実は2013年頃から行われていたのではないかという指摘もございます。 えー、まあ下準備のようなことあのサウンドの,あのかお取り合いをお互いにしていたんだと思いますで2014年にオランダ大統領があの来日した時にヨーロッパでは初めて2プラス2をフランスが締結いたします、まあ、明らかに、えー、そのアジアへの強い関心というものが示されてその中で 日本が重要なパートナー、あるいは、えー、同盟国という、まあ、同盟国とはっきりした言葉は使いませんけれども、えー、重要な国であるという意識はフランスに、えー、今日うのお話を聞きましても、イギリスに勝るとも劣らずですね、強かったんだと思います。えー、具体的にはインド太平洋という言葉があの使われるようになるのは、えー、2018年頃からだとされております。あその時に実はインドで 言ってるんですねそれからまた、えー、オーストリアで、えー、訪問したときにマクロン大統領行っております。それが2019年、えー、フローランス・パルリ軍事大臣がシンガポールのシャングリア会議で、えー、発言してフランス空母をインド太平洋に派遣するということを改めて言っています。あのヘリ空母等はですねフランスに関して言えばあの 時々以前からも起きてます私も56年前に東京湾にいたヘリ空母にあの大使館の人に言われて乗ったことがありますし、えー、またあの2018年に私ちょっとあの今日お入りになってるかどうかあれですけれども財布大使館に、えー、のであの講演会をした時がございましてその時に えー、過去大のの中に軍人の方が結構フランスの軍人の方がおりまして、えー、まさにこのマクロンさんがインド太平洋戦略を明らかにした後だったものですからかなり中国に対する脅威認識っていうのを強めてたっていうのは私もえそんなに強くなってるのというふうに思いました。あのー、軍関係者の人でしたけれども、あのー、極めて強い中国認識を あの脅威認識をを持ってていたのをよく記憶しておりますそういう意味から今日のお話の中で最もインド太平洋で脅威認識を持っているのは強いのはフランスであろうということはある程度言えると思います。具体的にあの戦略文書として出されるのは2019年の5月、えー、それぞれ、えー、軍事省、まあ、あのフランスの場合はあの、えー 防衛省という方、今は取っておりません。かつては防衛省と言ってたんですけど、軍事省による2つのペーパー、戦略ペーパー、それからえ今度は外務省の方から出されたペー,パーペーパーであります。インクルーシブなインド太平洋を求めてという副題がついております。今でもなくフランスは、あのまあ、イギリスの大英帝国がありますけれども、 それに次ぐといいますか、歴史的には、えー、広い地域のをカバーした植民地であり、えー、ニューカレドニアに基地がありますし、それから、えー、太平洋、ポリネシアのあたりにも、えー、拠点がありますで。いろんなところにフランス人がやはりおりまして、まあ、言うまでもなく、今度はアフリカの方に向けば、ジプチ、マダガスカル、まさにこれらの国はインド洋に面している。 ままさにフランスででああるわけであります、えー、そういった意味から、えー、これらのインド太平洋全般にまたがる東アフリカから、えー、西アメリカ沿岸までの広範な領域を指してフランスはインド太平洋と一応呼んでいる。でえー、そこには陸海両軍の軍事防衛領域の、えーえー、範囲でこの領域には160万人ものフランス国籍の居住者がいると。 で排他的水域に関してということに,に関して言っても、990万平方キロメートルにわたり、そういった排他的経済水域をカバーしている国としては、フランスは世界で第2番目である。えー、居,住パ居住パワーといいますかね、えー、単にあの概要に出ているんじゃなくて、自分たちのフランス人が住んでいる地域であるというふうなことをフランス人は言っています。 兵力はは常時ですけれども8000人はいているまああのちょっと増えてるみたいですね2年ぐらい前は7000人って書いてあったの最近のものを見ると8000人になっておりますこういった中でグローバルイシューをぐる多角的協力ということを盛んに、えーえー、フランスは強調しているわけであります。 そしてあの一つですね、ここのところで、あの経済的利益、えー、そして経済的な安全水域を守るための軍事的派遣ということであるわけですけれども、もっと一歩踏み込んだ言葉がフランスの文章を見ると出てきます。えー、インド太平洋の中で意図するのは、単にそういうふうな安全保障だけではなく、をた留保するあの確保するだけではなくて、 調廷包括的安定のためのパワーの役割。えー、単に、えーそのフランス、フランスの総裁官というのはまさに居住者パワーと自分たちが言っているようにです、ね、かなり、えー、いろんな秩序、えー、全体についての中身についても、単に表向きの安全保障だけではなくて、その内容についても、えー、役割を持っているんだと、かなり関与の程度が深いのかなと。 いう,ふうなことを感じるわけですそういう意味では中国に対する脅威を持ちそして圧力をかけることにも積極的であるわけですけれども同時に中国と協力した中国を取り入れたですね中国を取り入れたアジアの秩序ということにも関心があるような書きぶりがいろんなところで見られるわけであります。えー、この辺のサイイバースパイのあー防止あるいは 南シナ海の安定 5G、えー、新たなあの一帯一路と、そういうふうなことについての提案もあります。そして、パートナーとしてはですね、えー、やはり、えー、重要なパートナーとして、先ほど秋元さんが言われたように、えー、A 連邦との協力、これについてはあのやはりフランスは積極的であります。インド、オーストラリア、US、アメリカ、日本と。そして、えー、その次の階層として、 マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、ベトナムなども含む、えー、広い広範な、えー、同盟関係、協力関係を結ぼうということがよく言われております、えー。フランスの海軍艦船の派遣は、より象徴的な意味でありまして、2019年3月に空母,空母シャルド・ゴールを派遣、年に2回以上、南シナ海に空母を派遣する予定であるという,ふうな、えー、ことをうたっております。 それから、このインド太平洋の話で、マクロンさんの動きを見てると、先ほど最初にインドでと言いましたけど、インドと、それからアフリカについての言及がちょっと得意かなと思います。アフリカとの連結ということ、まあ、これまさにインド太平洋の中にアフリカが入るわけですけれども、南アフリカとの軍事合同演習、米ユニオン等での存在感を示すことですね。 それから、まあ、戦略的にはジプチが非常に中心になりますけれども、えー、対話パートナーから、韓インド洋地域協力連合への、えー、23番目の加盟国として、韓インド洋インド洋ですね、これは非常に重視しているというところは、ちょっとドイツやなんかと違うのかなというふうに感じております。それから 最近よく EU 全体でも言われますし、フランスも言っておりますけれども、ASEAN 拡大国防省閣僚会議、えー、それから先ほど、海賊の話が出ましたけれども、えー、アジア海賊対策協力協定、こういったところで、あのアジア、ASEAN、えー、そういったあの東南アジアへのコミットというのが一つ、もう一つのキーになっていると思います。アフリカとアセアンですね。でえー まあそういう意味では EU の Connecting Europe and Asia Strategy という歌い文句、これが非常にえ大きいと思います。えー、フランスのことについてざっと申し上げました。えー、まああのそういう意味ではあのフランス安全保障上、最もあのヨーロッパの中で EU の中で日本と利害,を利利害関係をその対応いきま 利益としてですね海洋周辺国の利益としてコミットする、関与する度合いが非常に大きいということは言えようかと思います。また質問がありましたらあの議論して,していきたいと思いますけど、私はこの辺で一応フランスの話を少し皆さんとはよりは短めに終わらせていただきたいと思います。それではあの ドイツ中心でも結構でございますし、全体を通じて、坂、え、木、ー、先生の方から、えー、コメントいただければと思います。坂、え、木、ーえー、さんは我々のグループの、えー、一人でもございまして、またあドイツで最も大きな戦略研究所であります SWP の、えー、アジア研究のお担当の、えー、メインの中心の方でございます。よろしくお願いします。 Okay, good evening to you all in uh, Tokyo, and uh, thank you very much for the invitation to this workshop on European approaches to the Indo Pacific. I think that uh, Professor Nakwa Mura already did a great job in addressing the German Indo Pacific strategy. So, I think what I can perhaps add a bit more going beyond uh, Watanabe-san's uh, opening remarks is on the uh, EU approach to the Indo Pacific. More specifically, I'm talking about the EU strategy for cooperation in the Indo Pacific, which was adopted by Council conclusion in mid April this year. Um, so, this was an agreement between the 27 foreign ministers of uh, the EU member states. So, in my comment, I want to discuss uh, three points on this uh, EU strategy. First of all, um, give a very brief overview of the content and background of the strategy. Secondly, discussing its significance. And thirdly, um, discussing the challenges going forward. So, first of all, on the content and background, um, the strategy is a nine-page document that forms the basis for a more comprehensive and detailed EU strategy for the Indo-Pacific that is um, uh, to be released in September this year in the form of a joint communication by the EU Commission. Uh, the document covers a whole range of policy areas, spanning from diplomatic and political issues to economic and trade, as well as security and defense, um, and also the issue of connectivity. Um, I cannot go into the details today about um, the, the, those uh, issues, but the overall aim that is stated in the strategy is that the EU seeks to reinforce its strategic focus, presence, and actions in the Indo Pacific. And thereby contribute to the stability, security, prosperity, and sustainable development of the region uh, based on the promotion of democracy, rule of law, human rights, and international law. And so the overall aim is essentially to uh, intensify and deepen cooperation with the region, as, and especially the promotion of multilateral approaches, as one might expect from the EU as a multilateral organization. Um, the document was formulated mostly in response to pressures from uh, three EU member states that had already formulated Indo Pacific uh, strategies or guidelines, namely France and Germany, which we already heard of, and also the Netherlands. Um, I think all these uh, three countries felt that the EU as a group should weigh in and have an approach to uh, this region, which is of such uh, great significance uh, to Europe. Uh, one interesting aspect, which uh, my previous uh, discussions uh, already also um, uh, talked about a bit, is uh, the way the strategy deals with China. Uh, first of all, the strategy's name, uh, cooperation, uh, focusing on cooperation, already implies that it has an inclusive approach to the region, meaning that the EU is open to cooperation with all players, also including uh, uh, China and others, of course. Um, the strategy actually specifically states that, that the EU seeks uh, cooperation in specific policy areas where it can find common ground with partners. Based on, and here I want to quote, shared principles, values, or mutual interests. So, this or uh, already uh, signifies this kind of inclusive approach to all countries in the region. Um, moreover, what is interesting is that China is practically not mentioned in the strategy, uh, similar also to the German uh, guidelines, by the way. Um, and it's actually only mentioned uh, here uh, where the strategy talks about the bilateral investment agreement with China. Nevertheless, of course, as we also heard in one of the previous um, uh, presentations, there are indirect references to the China challenge uh, throughout the document. So it talks about the need for a rules based order, uh, the need for Free and open maritime supply routes in full compliance with uh, UNCLOS and international law. And it also states the aim of open and fair en environment for trade and investment. So, somewhat ambiguous on China, I guess. Um, I want to come to the second point the significance. So, what is the significance of the EU strategy? Um, there's some scholars who have criticized the paper as kind of old wine in new bottles. And to some extent, uh, this criticism may be justified. So, if you look at the paper, a lot of the content is what the EU has already been doing over the past uh, couple of years um, basically, intensifying cooperation with the region. And I think here the relationship with Japan is really a case in point. Because if you look at EU Japan, um, they have already deepened their cooperation, for example, by signing the Economic Partnership Agreement, uh, the Strategic Partnership Agreement, and also the Bilateral Connectivity Partnership. And you can see similar in, uh, intensification of cooperation with other countries uh, um, in the Indo Pacific by the EU. For example, India has also been a, a target of much uh, attention. On the other hand, I still do think that the document is quite relevant because it does frame the increased EU activism in the region in the context of a more comprehensive approach to the region. And thereby, I think it allows uh, the EU to identify and find new areas for cooperation, not just on a bilateral level, but with individual countries in the region, but also involving several partners in the region. Um, and also, I think the document is significant because I do think that it will help to channel some, some of the EU financial and human resources uh, for projects within the region. Um, so, we are actually at the beginning of a new multi year funding period for the EU right now. And I think by having a strategy for the region, it will be easier to allocate funds uh, for related projects over the coming years. Um, but still, I think it's important to say uh, that there are limitations to the EU presence, and that I think that goes also for the member states in activism in the Indo Pacific. So uh, it's important not to uh, create kind of over expectations among Asian countries. I think the main focus of European and EU foreign politics remains the more immediate neighborhood, namely uh, Russia, the near Middle East, and Africa. Um, okay, finally, I want to uh, move on to the challenges that I see. I think there's actually quite a lot of uh, challenges going forward for the EU uh, in implementing the Indo Pacific uh, strategy, but I want to focus on three key challenges that I see here. I think the biggest challenge uh, is the European approach to China in the context of the Indo Pacific strategy. Um, so what we see in, i think, all european uh, countries is calls for a kind of tougher approach uh, to china. we already heard about the uh, discussions on human rights violations in china, and this has really created a new dynamic, i think. and um, the, the fact that uh, the eu has also recognized china as a systemic rival, i think, uh, shows this changing attitude about uh, china. But that, on the other hand, raises the question about how this tougher approach to China squares with the inclusive approach taken by the EU in the Indo Pacific strategy, which seeks to, to avoid putting China into a corner. So I think, or I fear, that this may lead to a kind of ambivalent sounding message from Europe to China and to the region. On top of that, I think there's also, and we heard in the previous uh, uh, presentations already, that there's some internal division among the member states also on how to specifically address China. So I think this uh, ambivalence may disappoint some regional partners the second challenge that i see is uh, the question of cooperation with the u.s. Um, the indo-pacific strategies by the eu does not even mention the u.s. Um, so it is unclear how the eu seeks to cooperate with the u.s. Um, china, of course, has viewed the u.s. approach to the indo-pacific as confrontational to china. but that raises the question for the eu. how much should it cooperate with the u.s.? Because the more the EU cooperates with the US, the less convinced China might be about the EU claim to this kind of inclusive approach to the region. I think so far the EU has tried to emphasize that it is taking an independent approach to the region and to China that is different from the US. But the other, on the other hand, um, the EU and the US are strengthening their dialogue and cooperation. For example, they have instituted an EU US high level dialogue on China. And the US EU agenda for global change also, also mentions that uh, they seek cooperation on China and on the Indo Pacific. So the question, I think, remains how to balance cooperation with the US but also in avoiding intensifying uh, bipolarity in the region by being seen as acting in kind of the u.s. camp. finally, um, a third challenge uh, the eu needs to face is the question of cooperation with uh, the uk after brexit. so we already heard um, uh, in the previous presentation by dr. akimoto, the uk is taking a more active approach to the region. And I think it does make sense to combine capabilities and resources uh, between the EU and UK in approaching the region, even after Brexit. But on the other hand, the problem is that it's quite soon after Brexit. And for the UK, I think, but maybe uh, Dr. Akimoto has uh, more to say about this. I think the challenge is that cooperation uh, with the EU can kind of dilute. Uh, the, uh, the UK's profile as an autonomous international actor so this may in a way perhaps uh, put a break on joint initiatives between the UK and the EU uh, in the region so I want to finish with that and I look forward to uh, the discussion and thank you very much. Yes, hi えー、EU 全体の,あの戦略、インド太平洋戦略について、えー、特に最後に今後のチャレンジとおっしゃってましたけど、今後の話、あ,のあり方について、えー、必ずしも中国、EU はあのヒューマンライト、人権なんかでタフな対応を中国にするけども、必ずしもあの中国をコーナーに押しやるようなあの、そういう態度は取らないだろうということとか。よ そのインド太平洋戦略をめぐってアメリカとの協力関係をどうしていくのか、あのそのバランスについての言及、今後どうバランスを取っていくのか、それから、ブレクジット後の,あのイギリスはヨーロッパと協力をしていくことになるけれども、まあ、こういったあ,のあり方の今後についてもやっぱり考える必要があるというふうなことではなかったんだろうかと思います。でまあ、中国に関して言えば、あのこれはあの、えっと、皆さんに、ま、あ お聞きしたいことで、あどうもありがとうございました。あの坂榊さん、あのヨーロッパの立場から全体をカバーしていただきまして、えー、大変包括的なお話を伺いたと思います。ありがとうございました。最初に申し上げるべきでした。お礼申し上げます。それで中国との関係についていえ言えば、あのー、私はですね、あの実はあの1990年代にですね、冷戦が終わった後、えー、EU がですね、あのー えー、中国を非常に、えー、将来の市場として、これはまあ冷戦終わる前から、ちょうど私がヨーロッパにいた時から言っていたんですけれども、いずれ中国の大市場と、えー、欧州統合、域内市場統合は一緒になるんだ、あの協力するんだというふうなことを80年代から言っておりましたけれども、冷戦が終わった後90年代になりますと EU はアジア、そして中国の大市場について接近し始めます。で1996年にアセム えー、欧州アジア欧州首脳会議ですけど、あその96年に出発した ASEM ですけれども、その準備会議の時に大きな問題になったのが、やっぱり中国の人権の問題でした。で、えー、中国はある、えー、96年の前の、えー、出発前の,あの準備会議の時に、あまりにもヨーロッパに人権を言われるので、えー、代表が席を立って出て行った。 したという点末があったのをよく覚えております。そういう意味では人権の問題についてはタフであるけれども、この人権の問題を、えー、強く言ったり、少し後ろに控えたり、トーンをダウンさせたりっていうのを EU はやってきたのではないかと思います。まあ、そういう意味で私はあの EU の対中政策を警告あるいは警戒警戒と接近 という2つの局面で、まあ、これは私の,の解釈ですけれども、警戒と接近という両用でいつも対応しているのではないかなと思います。その意味では、ちょっとここのところ、対中、タフなアプローチとさっきおっしゃられてましたけど、警戒面が強く出ているのが、今度インド太平洋のこういった、えー、海洋戦略の,あの協力という面ではなかろうかと思います。えー、こういったことを考えながら私、ちょっと聞いておりましたけども、 とりあえずあのパネリストの他の秋元先生、中村先生の方で、今の、えー、榊さんのあのコメントについて、一言ずつ何か感想とかありましたらお言っていただければと思います。いかがでしょうか。あのそれではあの私の方から一言言言わせていただきたいと思うんですけど、あの短めにお願いしますね、皆さん、最初。皆さんに振りたいと思うんで、お願いします。あの 要するにあのイギリスがアアインド太平洋の方に関与を始めたからそのヨーロッパに対する目配りがその分薄くなるのではないかという不安ってのは確かにあると思うんですけどただあのイギリスが今考えていることはですねあのいわゆるインド太平洋の安全保障全般に関わることではなくてあく,あくまでもそう中国とユーラシアが結束した大きな権力構造がこれまで西側諸国が長い間か,かけて積み上げてきた 既存の世界秩序を壊そうとしているわけですよね。民主主義が第一だという風に考えていないわけですからですから、それに対してイギリスとしてはアメリカと一緒になってメッセージを発信したいという。そういうことで、あの関与を始めているんだろうと思います。これはあの日本にとってだけではなくて、ヨーロッパにとっても当然のことであってですね。西側先進、民主、国進国はしなくてはならないことだろうと思って、それにまあイギリスの真っ先に手を挙げたということであって、まあ、ヨーロッパの安定に対する目配りを薄めるという。 ことが果たして本当にそうなるのかどうか。例えばプリンスオブウェールズという空母がもう1機動部隊ありますけど、あれはヨーロッパに配備して対応する予定なんですね。ですので私はあまりそのイギリスのインド太平洋海軍がヨーロッパへの海を薄めるというふうにはあの考えておりません。以上です。ありがとうございました中村先生の方で。はい。えっ、ー、とあるコメントありがとうございました。あのえっ、ー、と。 私の方からはあの大変興味深く聞いたのは、えー、EU がです、ねえー、と中国をコーナーに追いやることはないんだというふうなこと、まあどう、そのバランスをどう取ったらいいのかという難しい点にふお触れになったことだろうと思います。でそこがです、ね、やはりあのクワッドとか、まあ、日本を含めたクワッドとの一、えー、つポイントになってくるんだろうと思うんですね。でえー、とフリゲット艦を派遣するという航行計画に、えー、と上海にですね寄港するという計画がある。 と思いますでこれは最終的にどう確定するか分かりませんがこれが一番象徴的だと思うんですけれども、まあ、こういったことがありますと,、えーっとえー、要するにドイツが発信するメッセージとしてですね、まあ、大変ミ,、まあ、ミックスメッセージと言いますか中国に対して要するに 南シナ海の問題も含めて、ビヘイブしてくださいねというメッセージを送るのか、あるいはその独中のです、ね、経済関係をえと踏まえて、中国との友好という観点でフ,、えー、とフリーゲートを送くということになってくると、えー、と少しえと文脈が変わってくる可能性もあるわけですね。でそのへんがです、ねえー、と今後のえと政策の、えー、と何ていうんでしょうか、あの調整の必要性が出てくるポイントではないかと、私自身お聞きしていて、思いましたあの以上ですありがとうございました。 それでは、えー、この欧州政策パネルの、えー、メンバーで、えー、いらっしゃる方が何人かお参りになっておりますので、まあ、あの急に振ることになるのでどうかと思いますけどもしあの、えー、ご意見があればということであのお,お名前を挙げさせていただきたいと思います。中国ののことに最近我々のグループで、えー ずいぶんお書きになられていただいてます、田中祖光先生、あるいはまたデジタル、あグリーン、えー・リール等で広く EU の今後の世界的な、まあ、特に経済的といったらあれかもしれませんけども、えー、非軍事的な面でのアプローチを考えていらっしゃる伊藤先生、いかがでございましょう、お二方、急な降り方なので、もしなければ、あのそのまま、えーえー、皆さんに、フロアの方、皆さんにお、あの オープンにしたいと思いますけれども、もしありましたら、いかがでしょうか。それではまたあの途中で手を挙げていただくことにしまして、えー、メンバー以外の方も含めて、今日あのいろんな方があの出られておりますけれども、いかがでございましょう、あのメンバーで福田先生は入ってるんですかね、あ福田先生も入ってらっしゃいますね、さっき見えなかった。 先生あのグローバルあの EU ガバナンス、包括的に取り組まれておりますけれども、何か意見がありましたらお願いいたします。言えなくてごめんなさい。あの探してたんですけど。はい、ちょっと遅れて申し訳ございませんあの。私、興味持っておるのはですね、EU のーガバナンスとの関係で、えー、特にアジア、インド太平洋戦略における EU の立場はですね、ロシアとの関係においてどのように捉えておられるか教えていただけたら幸いなんですが。EU とロシアとの関係ですね。これは坂木先生が書いておます。ドイツということで言えば。 To be honest, I think that Russia is also one of the countries that does not get direct mention in uh, either the EU strategy, or I'm pretty sure also not is not really present in the German guidelines. Perhaps my fellow uh, uh, panels can see something uh, if they are aware, but uh, I don't think that Russia is really discussed in this context, and I think it also shows that the. Indo Pacific strategies so far have more of a maritime uh, focus the way they're formulated from the European perspective. So, uh, even though, and it's actually there's kind of a discrepancy, one may say, because on the other hand, the EU does have connectivity projects that are more on the Eurasian continent. Um, so not necessarily does it have to have this maritime focus, but I think a lot of the thinking does focus, in fact, on the maritime dimension. So Russia does not figure prominently in the thinking, is my um, feeling. Thank you あの皆さんの方からいかがでございましょう質問ないしまた積極的な意見も私たちの,あの議論に対してあのうこういうことが欠けてるんじゃないかとかねこういうふうな意見あ三好さんが上がってますねいつも出ていただいてます読売新聞のあ乱説の方ですどうぞよろしくお願いしますどうもありがとうございますあの2つ質問があるんですが1つは中村先生1つはあの秋元先生なんですけどもあの 英独普通主要なヨーロッパ諸国の中でもドイツというのは英普通とはちょっと根本的な姿勢が違うんじゃないかなという印象を私は受けているんですが先ほど中村先生がおっしゃったような今回のフリゲート艦の派遣についても上海に寄港するとかこの前行われた日独の2プラス2の共同宣言なんかを見てもですね かなりあの、えー、抑えた表現になっていて、まあ日本側が示したあの海峡法、あの中国の海峡法に対する懸念についても、まあドイツ側はあのはっきり同意したとは言ってないんですね。まあ共有したとは言ってないんですよね。まあそう,いうとこから見て、あのまあ空母を派遣派遣するあるいはもう自衛隊と、えー、相当中国を想定した演習を行っているフランス、えー、とは。 ドイツの,あの姿勢、まあ、それもその中国に対する懸念とかっていうことももちろんあるあの中国に対するあの配慮ということももちろんあるんだと思うんですけどもあの、まあ、西ドイツ以来の,あのドイツの,あの外交姿勢根本的な外交姿勢がありますよね、まあ、た例えばシベリアンパワー論とかですね、まあ、そういったあのななんかその根本的なあの外交的な姿勢の違いがあるんじゃないかなというふうに感じてるんですけど、まあ、それに中村先生言うと お考えにななっているかなととうことが一つそれから秋元先生にあの、えー、と確かにあのあのクリーンエイリザベスの派遣は、まあ、日本にとっても大変あ,のありがたいというか、まああのまあ、頼りになる、えーまあ、ニュースではあるんですけども、まあ、実際そのイギリスまあブレクシット後のイギリスっていうのは例えばそのスコットランドがまあ独立するかもしれないとかいうの話もあるし、まあ、本当にその国力と それだけの余裕があるのかなというふうにちょっと考えてしまうんですけども、あのまあ、あの空母の派遣維持、派遣というのは、えっと、確かまああの日本の防衛予算の何分の1かに当たるような巨額なあのお金を使わなくちゃいけないはずですから、まあ、そういったものに耐えるだけの国力がこれからイギリスは維持していけるんだろうかという、そういう質問です。 はい、あの、ええー、みさん、ありがとうございました。あの、ええー、と、まあの、私があの、感じていることを、あの、まあ、メッセージをええー、と、口で受け取っていただいたようで、あの、私もその通りだろうというふうに考えております。で、あの、ドイツの外交姿勢についてですね。ええー、と、まあ、これまさにあの。 坂城さんのスーパーバイザーであるハンス・マウルさんが提唱してこられました、セビリアン・パワーロンにお触れになりました。で、やはりそういった外交政策の伝統というのは、やはりあるということで、やはりですね、EU もそうですけれども、あの経済力でもってです、ね、国際社会に貢献していくというですね、 あのこれはあのあのちょっと手前味噌になって申し訳ないんですけども去年日本にも聞いていただいたハンス・マウルさんじゃなあいあ、えー、と,、えー、とクンドラインさんですね、えー、とハンス・クンドラインさんの著書でも書かれておりますけどもドイツパワーの逆説でですねやはりドイツというのは基本的には えと地形学パワーななんだろううとというふうなことですねですからメインとしてはやはり先ほどから来私もちょっとお話をしましたけども接続性コネクティビティであるとかそういったところにポイントがあるあの政策の今回のインドの太平洋政策のですねあのウェイトがあるのではないかと。で中国については、えっと、先ほど世論調査でもの結果をお示しをしましたようにやはり米中の対立がっとそのとその まあまあ、例えば冷戦のような形に発展をしていったときにドイツの国民の多くというのはニュートラルを選択することですね。<laughs> ですから、それはやはり、えー、とドイツ政府を拘束するものでもありますしあまり思い切った方、例えばフランスがですね海外労働を抱えておられて、えー、と日本ともですね積極的な協力をしたりクアッドと,、えー、と足並みを揃えて何か作戦行動をとったりっていうのことがあると思うんですけれども、まあ、ドイツがですねそ,そこまで踏み込んでくるという,ふうなことは今の状況からすると非常に考えにくいのではないかと。で中国国ととのののの経済関係もやはりその他のヨーロッパ諸 くれてあのコミットが違うわけですよねですからあの、まあ、どなたがメルケルさんの後になるかは分かりませんけれども、仮にラッシェットさんがうまく選挙を乗り切って、ですね政権を継続された場合には、まあ、基本的にはですね今の,あの、えー、と中国への姿勢です、ね、が変わるということはあまりないのではないかなと、私はあの考えております。したがって えとまあ、私もあの専門家ですので何、えー、て言いましょうか書くんですけどもいやの例えばドイツのフリーゲート艦が来るということについてはもちろん論文にするわけですがさあのちょっとそのなんていうんでしょうかね日本のメディアでですねそのこと自体フリーゲート艦に焦点が当たりすぎている嫌いが若干あってもっとあのなんていうんでしょうかねあの包括的な戦略であるということを、えーとえー、いろんな場であの話をさせていただいたり論文を書いたりしてるんですけどもちょっとそこにですね えとまあ、あたかもヨーロッパからドイツがですね今度、対中牽制に1か国加わってくれるというふうなもしメッセージがあるんだとするとそれはそう考えるのは非常にまずいのではないかという感じがいたしております。中国に対して敵対的とかですね、一緒に何か組んでやりましょうというふうなことはドイツは考えていないのではないかと私自身はあの判断しております。あの簡単でですすが以上でございますあの えっと、領土問題にどうアプローチするかっていうことになると、あのよく eu で言われるのは米中対立には組みしない。先ほど中立というね。アンケート調査ありましたけども、あのこのパネルでも1月に組織したあのイギリスのシンクタンクとの協議では、6割以上の eu の人たちがあの米中対立には中立であるというアンケート調査を紹介されてまいりました、ね。それから一つ。これは私の。 あの感想なんですけど、ドイツ専門じゃないんですけれども、あの私ねあの、これほどこういう必要にドイツは平和的といいますか、中国に対しても、フランスなんかと比べると、こう融和的なアプローチといいますかね、経済関係で今おっしゃられてでそれはの、私はの、いわゆるデタント、ブラント外交の時にですね、あの冷戦の時代ですけれどもねあの、経済的なアプローチで向こう内側から変えていくんですか、そういうバールの 提唱したブラント外交が成功したこういうなんか成功体験みたいなのがドイツにあるんじゃないかなと私は勝手に思っておりますけどいかがでしょうかドイツ専門の方からすると。今の点ですけれどもあのじゃあ手短にですねあの、えー、とあの今おっしゃられた点はその通りなんだろうと思います。あの東方外交あの、えー、による変化という あのことをドイツ語で言いますけれどもあのまあ、クンドラインさんなんかもあのおっしゃっていましたけれども、えー、と今の政策を見ておりましてもそういった部分もあるのではないかとつまり中国を追いやるのではなく先ほど榊さんがあのコーナーに追い詰めるのではないということをおっしゃいましたけれども、まあ、そういったことをつまりそ相互依存といいますかインターディペンデンスを発展させることによってまああの 相互にレバレッジを持って、それを平和につなげていこうという根底思想があるように、私自身も感じております。ありがとうございます。まあ、私、フランスをやってますので、フランスも中国と徹底的に対立するつもりはないと思いますけど、その辺ちょっとね、ドイツとはスタンスがやっぱりだいぶ違うなというのを感じるものですから。いかがでしょう、秋元さん、さっきの質問に対して。はいえー、っといありがとうございます。 まあ実はあのご指摘の感覚というのは、かなり多くの人が共有するところでありまして、フィナンシャル・タイムズも最近のコメンタリーで,で、ああ少し背伸びしすぎじゃないかというようなことを書いているんですね。で、確かに、イギリスの国防予算というのは、実は日本の防衛費とほとんど一緒です。ところが、イギリスとは日本と違って、空母機動部隊を2つ保有するわけですよね、それから核兵器を持っている、同じ国防予算でこれだけのことがよくできるなというのは。 誰でも思うところなんですよ。で、実際にあのイギリスの会計検査院の報告を見ても、空母の運用には非常にお金がかかると。で、予算の今後のあの計画をどう考えているのかというのを問いかけていてですね。このままだと将来空母の運用できなくなるのではないかというまあ不安を会計検査院は指摘しているんですね。でこれに対してイギリスは一つはあの空母の運用期間を時期で調整するということ。それからもう一つは あの国分予算を増額していて、特に海軍の予算を大幅に増やしているんですね、海軍ってです、ね、こう空母の上に関わる予算ですけど、これをあの大幅に増額している、逆に言うと陸軍の予算を減らしているということがありまして、多分私あ私思うのは、一つの目算としてあるのは、アメリカのように、これ、イギリスもはっきり言いますけど、 単独で空母機動部隊だけを完全に運営するんではなくて、必ず同盟国と連携して運営すると言ってるんですね。で、今回もあのご存知のように、アメリカの駆逐艦が参加し、オランダの駆逐艦も参加し、アメリカの海兵隊の航空機が搭載されているということなんですね。で、そういうようなおそらくモジュールを今後もずっと考えていて、同盟国との連合艦隊方式を常に狙うんではないか。 でおそらく日本に対しては、ですね、間違いなくイギリスが考えているのは、というか、まあ、まあ、非公式にはもう分かっていることですけども、あの名古屋のにあるですね、F35 の整備拠点、これをぜひ活用させてもらいたいということも考えていてです、ね、いわゆる同盟国の協力関係を非常に密にして、それによってコスト整備を図って、え何とか運用していきたい。 いううう発想があるんんだろうと思うんですねですから、これまでのイギリスを見ていると確かに背伸びしているなというには見えるかもしれませんけど、しかし、同時にですね先ほど申し上げましたように、ある意味、世界秩序は壊れようとしているわけだから、そんなそろばん感情だけでも言ってられないというところも実はあって、ですね、まあ、それで戦略コミュニティが動いて、こういった状態を作り出しているということなんだろうと思いますありがとうございます。 えっと、それでは他にいらっしゃればあの質問等をお願いいたします。あのえっと、ごご名前とご所属差し替えなければおっしゃっていただければと思います。ああのあ鈴木先生、どうぞお願いします。鈴木よし。ですね、はい、どうぞあ。鈴木さん、どうぞよろしくお願いします。えっと ちょっと画面が出ないんで、このまましらせていただきます、はいえー。今日は本当にありがとうございます。1、えーまあまあ、人のジャーナリストとしてですね、えー、このヨーロッパと、まあ、インド太平洋の関係の今までの報道がです、ね、いかに雑白かだということを思い知らされました。えー、と特にドイツがですね、えー、やはりあの英仏と一緒の形の えー、次元でま捉えた報道というのが多かった。特にこれは日本のプレスの悪い癖ですけれども、日米関係の文脈の中でヨーロッパを見てしまうというですね。それがはっきり出た、えー、この報道だったと思います。えっとそしてですね、ちょっと、うん、この一連のちょっとあの報告コメント。 聞かせてていいたただいて感じたことは、えーとまあ、アメリカが特にやってきたこ,のこれまでの,そのエンゲージ政策がです、ねまあ、かなり挫折したということでこの第2ラウンドとしてそれこそ、まあ、英国、アメリカを中心にです、ね、日本も巻き込んで,です、ね、それを始めているのかなと思うんですけれどもそのこれは根本その中国というのをどう見るか。中国間 の問題に関わってくると思うんですけれども中国が本当に変わりうるのか、本質的なところで、えー、ある意味、この民主体制、まあ、あの価値観を共有している、まあ、今の、まあ、クアッドも含めて、えー、EU の英仏、まあ、を中心としたあ国々の持っている共通する価値観ですね、それを本当に共有できるような形のものを、 見据えてやれるのかとという話とです、ねえっと、あともう一つはですねこの結局 EU とラシアという,う広い中で捉えるとですね今起きているこの中東の問題ですね、えー、かなりいい中東があ、まあ、秩序がめちゃくちゃに壊れ始めていると思うんですけれども。 この中東の問題というのをどう対応してい,るのどう対応していこうとしているのか、あ特にそれにあの中国が、まあ、いろんな形で、えー、対応し始めたのかなという動きもありますけれども、そのあたりを先生、またどう思っていらっしゃるかというのをちょっと伺いたいです。はい、ありりがとうございまますす、えっと、時間もも押ししてきてきおりますので、えっと、もし他に あの質問等ありましたら、あるいはコメント含めてありましたら、先に出しておきたいと思います。そしてそれを含めて、あのえー、パネリストの方にもう一度振りまして、えー、短めにそれぞれの質問について答えていただきまして、えー、それでまだあの議論が続くようだったら、少し、えー、続けさせてもらいたいと思いますけれども、まずあの、えー、パネリスト以外の方からあのご意見、並らびにご質問を伺いたいと思います。 よろしいですか。はい、どうぞ。あ、産経新聞岡部でございます。すみません、なんか映像が映らないんで。このままでよろしいですか。はい、どうぞ。お願いします。あの、ありがとうございました。今日は、あの、本当に勉強になりました。一つ、ちょっと、あの、皆さんにお話伺いたいんですけども。先ほど来ですね。ドイツを中心に E. U. が。 中国をわきあの追いやらないというですね相互依存の関係であるというご指摘があったんですけども私はですねこれ世界中ですね今どこもそういうことじゃないかなというふうに思っておりますアメリカであってもですね今のアメリカの外交はですね、えー、トランプ時代とそれからオバマ時代のマザル模様だと言われてまして、えー、日本だってですね、えー、やはりですね、えー、対中包囲網に入りながら やはり経済関係はですね、えー、維持していきたいということで、ですねまだら模様でですね政令経熱,、えー、経熱というのがですね、えー、どこの国でもあってもですね相互依存関係は変わらないと思うんですね。しかしですよ、それでいいながらやはり中国のですねき行き過ぎた一方的な現状変更の動きに対してですねやはりこれは何とかしてですね 秩序を守っていかなきゃいけないということでですね、イギリスがですね、クイーン・エリザベスをですね日本へ向けてですね今回派遣したりですね、それからバイデンがですね自由主義連盟と連合とですね、禁主義という対立構造を作った中でですね対中包囲網を作っていこうということでですね、 今動き出したところなんですねですので、ですねこれ、相互依存関係にあるのはどこの、どこの国もそうだと思うんですね。冷戦時代と比べて、ですねもうあの今の米中対立があるとすると、ですねどこの国も相互依存のありながら、それでいかにして、ですね中国をですね、まあ、率直に言って封じ込めていかなきゃいけないと、既存の西側の民主主義のですね価値観を守っていくには、ですね団結して、 え連携して当たっていかなきゃいけないというところが今の国際状況だと思うんですね。そういう中ではですね私はドイツのですねどっちつかずと言いますか、えー、インド太平洋に来ながら上海に寄港するな,などということはですねとても考えられないです。で EU のです脇、ね、訳をいがなないとおっしゃるならですねどうしてですね、えー、提案も依頼のですね、えー、制裁をされたのか。これはあのやはりウイグルの人権がですね 国際秩序に,に関するからということでやはり、えー、制裁をされたのであってですねこれはですね、あのー、やはり、えー、西側民主主義国として、えー、やはりこう秩序を保つためにはですね団結しなければいけないと一方で私は個人的に思っておりますがその辺のところでドイツはですねこれから どういうようにです、ね、このいわゆる西側諸国と協調していかれるのか、特にアメリカと協、ね、調してやられるのか、とまたフランスはです、ね、NATO に入りながら欧州軍を創設するということをです、ねえー、おっしゃってますけども、そういったことも含めてです、ね、どのように協調されていかれるのかということを皆さんにちょっとお聞きしたい、パネラーの方にお聞きしたいなというふうに思います。 はい、どうもありがとうございましたあの。大きな問題、多角的な問題、そしてあるいは本質的な問題かもしれませんけれども、えー、貴重なあの意見が出ました。どういう順番でこれ、回答しましょうあのもう6時になりましたけど、少しいいですよね、高畑さん。はい、OK です。少し延長させていただきましょう。あのよろしければあのお残りください、皆さんも。 また議論に加わっていただければと思います。どういう順番にいたしますか最後にフランスのことが出ましたので、どうしましょうあドイツのことがかなり大きかったので、一言ずつ中村先生とああの榊さんにはお話しいただきましょうかね、ドイツの立場。うもうお話だったことです。はいど、はい、どうぞ。お話だったということであれば、もう繰り返したことであれば、またいいです。 あのえー、とそのドイツの関係には今、えー、と鈴木さんと岡部さんからあのご,ご質問をいただいたんだろうと思います。あのえーと中,国まあ、中国との経済関係を深めていくことによって、いずれ中国が民主化していくのではないかという見方というのは、おそらくアメリカを中心にあの多くあって、でえー、とこ,ここに来て、えーと、おそらくそれが、 そういうことではないんだという方向に考えをきある変えつつあるのではないかなというふうに私自身は、えー、と受け止めております。でヨーロッパにおいてといいますかそのドイツにおいてどうなのかということなんですけれども、まあ、これあのドイツ政府内のですね、えーとまあ、メルケルさん首相府とそれから外務省とそれから国防省との間で若干の、えーとまあ、どの国もあるように考え 温度差があるとは思いますけれども少なくとも首相府は、えー、と先ほど申し上げましたように中国との経済関係を深めていくことはいずれ中国を、えー、と民主化していくあのという考えに、まあ、どこまで本気で、えー、と考えておられるかどうかは、えー、と分かりませんけれどもという考え方に立っていると。それは先先ほどあの、えー、と渡辺先生が お話になった東方外交の考え方もそれと通ずる部分があるわけですけれどもそういったところがあるのではないかなというふうに思います。で、他方でですからそのドイツ国内でもです、ね、そういったあのメルケルさんメルケル首相の立場に対して例えばメルケルさんが中国を訪問されたときに中 えと中国に駐在されている、えー、とジャーナリストの方であるとかいろんな、えー、と大学生の方であるとかがですね、えー、ときちんとチベットの話はしたのかとか人権の話はしたのかと。 いう,ふうなここととのデモをされることがありますで、これに対してドイツ政府の立場はいや、ビハインド・ザ・ドア r ズできちんと問題提起をしているというのが回答の常なんですけれども、その証拠が出てこないではないかというのがドイツ国内でもあの議論として繰り返されているというふうに理解をしております。で、あのただですね、全く成果がないわけではございませんで、例えば、あのえっ、ー、と、 人権活動家の方の奥様をですね、例えばベルリンに連れてきたりとかですね、あの連れて帰ったりとかっていうことがございまして、えっと、中国が全くドイツのそういった姿勢に対して配慮をしていないわけではあのございませんけれども、じゃあ果たしてどうなのかということになってくると、まあ、かなり見方は分かれるんだろうというふうに思います。それかからら産経新聞の岡部様からご質問があった あじゃあその、えー、と現状変更の動きに出ている中国に対してそ、えー、と若干ドイツの姿勢というのはあのどうなんだろうということでございますけれどもあのこれ実はヨーロッパを専門としている研究者の立場からしますと,、えーとまあ、随分前からですね、えー、と国際会議に出ますと,、えー、と日本 アメリカの研究者というのはヨーロッパの方に比べると,、えー、と中国感が随分と違ってですね、えー、と非常にヨーロッパに出かけると,、えー、となかなかえと寂しい思いをしたという経験がございましてやはりちょっと若干 えと中国に対する認識に随分と差があったと、ただここに来て、ずいぶと危機感というのが出てきたんだろうと思います。で、私自身の立場はもちろんその、えー、と岡部先生、ご,あのご指摘のとおりでございますけれども、やはりですね、えーと、少しずつ少しずつ、そういった意味での中国理解というのが、えー、と日本やアメリカのようなです、ねまあ、特に日本の場合は尖閣をめぐって、中国から直接的な安全保障上の脅威を受けておりますし、まあ、そういった点をです、ね、理解を求めていく という姿勢で粘り強くですね えとドイツに対してもあの、えー、とお話をしていく、まあ、外務省、それから、えー、と防衛省の方々からしますとあの、もうすでにやっていることだというあのお話になるのかもしれませんけれども、まあ、いろんな研究者のレベルでもやっておりますし、えー、粘り強くですね、えー、とドイツにもその重要性を分かっていただくということを続けるというのが、まあ、地道で、ですねちょっと遠いかもしれませんけれども、地道で積極的に我々のえっ、ー、のチームですよねということで、えーと、持っていただくと。まあ、ただあの先ほど ええ申し上げましたように、ちょっと日本のメディアのこのフリゲート艦については若干コンテキストもですね、それから過大な期待をドイツ側に与えてしまったのではないかというのはすごく気になっておりまして、その点は少しずつ少しずつですね、えっ、ー、と冷静な目で見ていくという必要性があのあるのではないかなと思います。あのなえっ、ー、とヤギ大使がおられるようですね、ヤギ大使から多分おそらく後で補足があるのではないかなというふうに思いますけれども、えっ、ー、と私の方からは以上でございます。

いうあのお話は在任中ずっとやっていたわけですね。であの最初はもともと去年出てくるはずで,でそれはそれで良かったんですけれどもそあの元のアイデアは実はあのお東シナ海までは来なくて東シナ海南シナ海に来なくてオーストラリアの西の方で泊まるっていう話だったんですね。ところがあの中国のビヘイビアがどんどん悪くなるものですからコロナで伸びて今年派遣する時には えー、こちらまでやってくるということになったわけですね。で、あのさらにもうちょっと長,長いスパンでとってみれば、えーまあ、5、6年前と比べるとですね、えー、ドイツの中国,国に対する見方っていうのはあの、明らかに変わってきたと思うんですね。あの おでも、まあ、まだそれでもフリゲート艦一隻かよとかね、それからそのフリゲート艦も上海によるのかよっていう、そういうあの不満は私も当然こうあるわけですけれども、あのジズム側の立場から言うとね、それをあのドイツ側にあの声高に行って批判しても、あ,のあんまり生産的ではなくてですね、あのもちろんそういうことを、あのそういう批判があるということは彼らに分かってもらわないといけないんですけれども、むしろ、まあ、あのおよくドイツもね、ここまで来たよねと。 あのまあ,あの、はっきり言ってしまえば、非常に中国に甘かったのがね、まあ、少し変わってきましたよねと、そこはのなんていうんですかねあの、うまく背中を押していくということがあの、少なくとも実務をやってきた人間の立場からすると、あのより目的、合理的ではないのかなっていうふうにあの思っています、以上ですありがとうございました。あの全くそうです、ね、実務の立場から見てと そうだと思います。えっと坂木さんどうもありがとうございました。突然で申し訳ありませんでした。坂木さんいかがでございましょうか。Uh, yes, uh, we had excellent comments already by、uh, Nakamura-san and uh, the, uh, Ambassador y a g i So I just want to underline also、uh, what Ambassador y a g i said、uh, that. The debate in Germany, I think, on China has significantly shifted over the past two years. One should really not underestimate it, despite the uh, excellent poll that Nakamura san uh, showed us. But uh, you can really see the uh, shift in uh, the shifting attitude by Germany. For example, uh, Germany uh, issued a note verbal to the UN uh, with France and Britain on. Uh, the South China Sea so this is really Germany is standing up for uh, freedom of navigation I think this is important to recognize that there is some uh, change um, and I think uh, the the one of the journalists uh, mentioned that uh, well all of uh, the countries around the world uh, have to cooperate with China as well they have economic dependence and we have common uh, interests and common challenges so I think this is Absolutely true. I agree. And I think that that is precisely why it is so important that we have more dialogue between Europe and uh, Japan and other Asian countries on how to tackle that. On the one hand, uh, the challenges posed by China, but also working with China. And this is why I welcome so much that Germany and Japan uh, started a two plus two dialogue uh, this year. Um, and I think just uh, an additional comment on uh, Germany. I, First of all, I think Germany is not. Maybe one could get the impression by the discussion we had that Germany is kind of an outlier. I think Germany is actually more typical within the EU uh, and it's uh, thinking on China, and rather France is more of the outlier um, because France really has that uh, resident power uh, conception in the Indo Pacific. So I think the German approach may actually be more typical of how Europeans approach. Uh, in the indo-pacific and um, just uh, one additional thing i think one also has to understand maybe one thing that's a bit more particular about germany is that germany uh, was very much uh, had to do with the cold war uh, bipolarity so i think the germans are really allergic to bipolarity and this is why they emphasize uh, you know, the, the fact that we need to have channels with China. And this may be a bit more particular about Germany. And I think I leave it at that because of uh, uh, time constraints. Uh, thank you. あの各国によってそれぞれ多少こう温度差があるということがなんか問題視されているようですけど、ヨーロッパも共同体ですので、やっぱりあの自分の隣人のした行動を見て、自分の行動を決めてる面って、かなりあると思うんですね。ですので、イギリスが手を挙げて、そうやってフランスも動き出すと、ドイツも戦略を作るとかですね、まあ、しかし、そうやって引きずられながらみんなが一緒に動いてるということは、実は重要で、それぞれの立場に多少の差がある。 まあ、場合によって大きい差があるってことはそんなにあの今の段階ではですよ問題視する必要はないんじゃないかなと思うんです。日本の古い言葉で同省異務とか、語越同州って言葉ありますけども、やはり同じ船に乗ってるってことが実は非常に重要なことで、まあ、そういう意味で私は伝統的なランドパワーであるドイツがですねこのような海洋のへの進出ということに対して立場を明らかにしたってのは非常に珍しいし、それなりの評価はあの加えていいと思うんですね。で先ほどあの 鈴木さんがいいことをおっしゃったんですけど、日本人はですね、その日米関係を基軸にして、国際情勢を評価するって、非常に悪い癖があります、これは特にメディアもそうですけども、日米関係の感覚でもって、世界で起きている、ヨーロッパで起きていることを見ては、これは必ずしも正しい評価ができないと私は思うんですすね例えば今回あのイギリスの空母が日本ににここっち来ますでこれ辺に関してですね。 あの日本のメディアはもうすぐに中国建設にあのイギリスの空母も参加ということで、波打つようにですね見出しを打つんですけど、実は私もロンドンに長く行って、中国建設のために空母を出すという議論ってのはあまり聞いたことがないんですね。つまりこれは手段であって、ですね目的は別なところにあります、特にイギリスの場合は。やはり先ほど申し上げたように、インド太平洋というのはイギリス人戦略コミュニティの人はよく言うんですけど、絵の描かれていないキャンパスのような場所だと。 そこに我々は新しい絵を描くんだと。でそこで例えば、先ほども私申し上げましたけど、新しい同盟の枠組みをそこに作って、それで中国とロシアが結束したユーラシア権力が手出しができないような大きな体制をそこに将来構築したいという、そういうまあ,ある意味、野望というか、展望を持って活動しているんですね、これが目的なんです。で 中国を牽制するとか、封じ込めるっていうのは手段でしかないわけですね。ですので、そこら辺はきちんと、あの、整理して考えないと。あの、手段と目的をみ、誤ってですね。あの、ヨーロッパの、あの、インド太平洋の関与というのをですね、評価するっていうのは、気をつけなければ。いけない視点だと思います。そのためには。日米だけで、あの。外交を見るんではなくて、もっと広い視野で、あの、見てもらいたいなというふうに、いつも思っております。以上です。はい、ありがとうございました。 えっと、ほかに質問意見ありましたら、もしないようでしたら、私の方で少し最後に2、3分まとめになるかどうか、まあ私の意見になりますけれども、えー、今日の話を踏まえて申し上げさせていただいて終わりにしたいと思います。いかがですかどうしても、えっと、という方がいらっしゃたらお手を挙げください。えー、あの、いろんな話が出ました。あの、えー、 1、まあ、一つあの言えることはあの EU 全体としてあの非常に動き始めたということと、えー、今日あまり話題提案はしましたけどあまり話題にはなりませんでしたけれどもあのそれから鈴木さんが出していただいたあのテーマと関わってきますけども、えー、アメリカに対するあのやはり日本もあのヨーロッパもやっぱり外交政策はアメリカがやっぱり よくもよく,丸くもあるっていうとあれですけれども、軸となって、そういったあの一つの軸の中で動いているように思います。大きな軸で、対米関係が大きな軸であることには変わりないと思います。そういった意味で、トランプのとき、トランプ大統領のときに、ヨーロッパは非常にこう痛い思いをしたというところから、戦略的自立ということを盛んに今、いろんな意味で使っているんだと思います。その中にやはり 先ほど杉さんおっしゃられたアメリカとの関係から出てきたヨーロッパもそれなりの形で世界にコミットしていかなくちゃいけないという大きな枠組みの中にこのインド太平洋の問題もあるのではないかと思います。その意味から言えば日米の枠組み同盟の枠組みにもちろん協力はするけれどもどこまでそこにコミットできるか。そういった中でイギリスはやっぱり 米英関係がありますからフランスやドイツとはちょっと距離があるのかなまあドイツがある種イギリスやフランスと比べて典型的なヨーロッパの立場であるとするならばやっぱりそういうふうなあの温度差がある程度あることはあるんだろうただ全体としてはそういうふうに動き出しているそこで ASEAN の,の問題私最初に問題的にしましたけど実は あのドイツの SWP のペーパーなんかを見ますと、ドイツはインド太平洋ということはずっと使うのを、冷戦的なアメリカとアメリカ,が支持アメリカ日本がインド太平洋と使っているものですから、ドイツはインド太平洋という言葉をあんまり使いたくないということでずっとやってきて、2019年になって ASEAN アアの方がそういうふうなものに、組みあの、えー、インド太平洋というものに組みしてくるということを、 あの確認した後になってあのインド大変という言葉を使い始めたというのを私は読んだことがあります。まあ、その意味では、EU は,は ASEAN、すなわち同じようなアジアの地域統合の枠組み、それがあのよく言われる多国間関係と多国間協力というものに結びついていくわけですけれども、えー、そういった ASEAN アアとの接近というのは一つのインド太平洋戦略の中のもちろん日米との協力もそうですけれどももう一つのキーアクターに、えー、重要なああの要素になっているのではないかと思います。あえてちょっと多いんですけれども、あのー、最近のこういった安全保障のインド太平洋の、えー、安全保障防衛軍事力軍事的な協力というのを これを中国に対する軍事的包囲網かどうかというふうに捉える議論と同時にですね、非軍事的な面での ASEAN などとの協力関係、つまり日米と違う形でのインド太平洋での協力関係を結ぶのはどこかということになりますと、e、EU にとって ASEAN がパートナーになってくるというふうな図式が一つ、もう一つのオプションとして。 あるんではないいかととうことを考えますそれからあのウイグルの人権であの、えー、制裁を出したと、えー、提案門以来の制裁を出したということですけれどもこれ私ちょっと書いたことがあるんですけれどもよく見るとですねこの時に中国に対して制裁をしだけで制裁をしたんではなくて実はロシアとか北朝鮮とか南スーダンとかリビアの政府関係者 それからミャンマーの軍事政権の関係者に対する制裁も同時に行っているんですね。あのメディアではあの中国の関係してあのウイグル地区の,あの関係者の制裁が強調されましたけれども日本では実は全部包括的にやってるんだぞということをボレルがあの記,者記者会見で述べております。えー、そのようにに、えー、中国に対してあの、えー わり、ぜひ非論といいますか、えー、間違っているものは間違っているという、そんな枠組みの中で中国はもちろん批判はする。ただし、えー、これは岡部さんがさっきおっしゃっていたように、えー、相互依存というのは、いろんなところで、えー、あの成り立っているわけですから、アメリカも含めてですね、えー、単独で行動ってなかなか難しい時代ですので、多層的な、あるいは多面的な協力関係、そういった意味での。えー 秋元さんののの言言葉でででええば広いいいい意味での、えー、同盟すすねそうううう状況をどう考えていくのかということこになります実は最後に皆さんにお聞きしようと思ったんですけどこれ日本の今後の EU との付き合い方ということを最後に一言ずつ言っていただこうかと思いましたけども、えー、時間がなくなりましたのでこの先にある、えー、日本と EU との関係についてはまた次回のパネルで 議論させていただきたいと思います、えー。もう20分近く超えてしまいまして、あのだいぶ長くなりました。大変申し訳ございませんでした。今日このあたりで締めさせていただきたいと思います。最後に渡辺麻衣さん理事長入ってらっしゃるけどよろしいですか、はい？はい、あの、本日はあのインド太平洋戦略をめぐるあの欧州主要国にのあの思惑とか戦略についても報道では知り得ない。あの。 いろんなお考えを示しくださりました。大変勉強になりました。どうもありがとうございました。途中からの参加で失礼いたしました。あのご出席の皆様もどうもありがとうございました。パネリストの皆様もありがとうございました。それではあのお惜締めたいと思います。またあの、えー、近々あのまたやることになると思いますけれども、ぜひまたあの一緒に参加して今度またたくさん議論できるような時間も取れればと思います。 パネリストの皆様、ご参加していただいた皆様、心からお礼申し上げます。どうもありがとうございました。高ださん、どうぞよろしくお願いします。以上をもちまして、政策、欧州政策パネル、終了させていただきます。どうもありがとうございました。皆様